どうも皆さん聞こえてますか。あ、ちょっと待てよ、早速いきなり俺やってるな、エコーかけてなかったし。ほいでもってもう一個やってるな、俺ショールームの設定してないぞ。ショールームの皆さん怒ってるな。これちょっと待って、ショールームの設定をしちゃいますよ。これショールームはこれ設定できてないやん。これ何をしとんねや。これはえらいこっちゃね。もうよく分かっていない。これでいけるか、あかんか、これでどうや、どうや、あかんのか、うまくはいってないか。え、ちょっといってないっぽいんちゃうか。あ、来てるやん、ショールームいけたね、ショールームいけたと思っております。じゃあすんません、いきなりもうやりましょうね、やりましょう。それでは映像に切り替えるんじゃない、これズームにも行かなあかんねえな、これな。どうも、4月23日を迎えました、禁酒解禁スペシャル、これをやりたかったんです。どうも三ツ矢のバキでございます。いかがお過ごしでしょうか。1ヶ月やってまいりました、禁酒してまいりました、今日解禁でございます。もうねすぐ飲もう、すぐ飲みたいんで、もうゲストすぐ呼びましょうね。一人で今度も喋ってる場合じゃないです。ではお呼びしていいかな。ちょっと待ってや、これをやね、こうしたら、こうして、こうして、また俺言うけどね、いっぱいこうすれば出てくるはずですよ、ゲストが登場するはず。ドン、あ、違うこれ違います、こっちですこちら、どうも聞こえる、どうも、めっちゃエコー聞いてるやん。聞こえますよ、めっちゃエコー聞いてますやんかどうもどうも、どうも。あれ、ショールーム側って、ちょっと待って、映像出てへんのじゃ、これネタバレってもう書いてもてるやん、ネタバレで。ちょっと知らんか、見てなかったことにしてください、今のね、パッと見てなかったことにしてくださいやっぱりやらかすよね。え、声がなんかちっちゃいな、篠田くんの、篠田くんの声がちっちゃいな。そんなことない、俺だけ、テスト、なんかね、篠田くんの声がちっちゃい感じがする。ちょっと音楽下げようかな。どない、うっせやん、もう何もできない、もう何もできない篠田くんできへんの、僕最大なんですよね、今。おかしいな、おかしい、え、今見てますから、見てる。あ、おきに、なんかさ、ショールームがちょっと映像いってないっぽいな。ショールームの皆さん、全然見れないって書いてあるな、ショールーム、ずっと画面が読み、皆さん声小さい、俺が声小さい、いろいろある、ちょっとね。さあこんなスタートですよ、やっぱりね、これでだいたい20分ぐらいいくからね。三田さんの声のバランスと、うん、声のあれが合ってないのかもしれない。三田さんの、これがちょっと待ってや、これ何やったっけ、これこれか、あ、ちゃうな、あはははこれか、ちゃうな、これどれやったっけ、忘れたわ、あ、こっちや。もうマイクこんな、こんなとこにありますけど、え、これさ、あ、わかった、うん、ちょっと待って、これ、はい、これショールームのなやつ一緒にやるにはな、一回切らなあかんわ多分、多分一回切らなあかんわ。そんなバカな、そんなバカなやろ、録画解消してんねんけど な、録画解消してんねんけども、多分こっちので設定されてないな。恥ずかしいよ、ゲストもう一回、2回目何も、ゲストもう一回、ゲスト今ちょっと呼び込まれてない体で言ってくれる。いやいや、これ完全アーカイブ残ってるでしょ。いや多分バレへんと思うから。マジですか、あかんか、これだってさ設定ができへんねやんか、多分切らんと。そこはじゃ あ、 あの役者なんで芝居でいけるか、何もなかったような感じでいきますよ、いけるか。ちょっとこれ一回ショールーム切ります。ショールーム切るやん、笑ってる、相変わらずやね俺。ああかんな、やっぱりな、あかんな、あかんな、やっぱりあかんな、一回切ろうか。ちょっと待って篠田君、ちょっと内緒、内緒な、一回切るわ皆さんありがとうございました。え、
ありがとうございました。いや、ちょっと待ってくださいね。え、ちょっと待って、あかん。いったね。あ、始まった。あー、ありがとう、ありがとう。これで全部いったっぽい。篠田くん、いけましたか。いったっぽい。 YouTube もいったっぽい。熱い、熱い。乾杯しましょう。乾杯する。あのね、うん、乾杯したいなと思ったら今ちょっと一口飲んじゃいました。なんでやねん。禁酒解禁スペシャルやから今日。そうだ、皆さん、僕は、ね、あの禁酒してる。始まった。今日のゲストは篠田光義さんです。よろしくお願いします。これアーカイブ結構前からいますけどね。ここアーカイブって消されへんのかな。これな、まあいっか。いいですちょっと待って、篠田君、最初に乾杯しようと思ってたドリンクが今手元にないから取ってくるわ。はい、どうぞ。繋いできます。はい、ということでですね、改めまして YouTube そしてショールームをご覧の皆様、こんばんは、篠田光義です。本日はですね、光田信明敗戦の、1ヶ月間禁酒生活ピリオド禁酒解禁スペシャルということですね。解禁、あ、つなげてくれてる。禁酒解禁スペシャル。これでいきます。優しいやつ、あ、いきますか。優しいやつからいきます。じゃあ僕は、まあ、あのせっかくなんで、お誕生日に第一真央さんからいただいた、あら、まグラスで、なんと、じゃあ私バカラのグラスさんで、こちらタンブラーで、はい、ちょっと待って、もう1ヶ月ぶりです。1ヶ月ぶりです。いや、すごい震えてます。飲みすぎ注意ですよ。いや、今日は飲みますよ。うわー、えらいこっちゃこれ。はい、じゃあ皆さんご用意よろしいかな。皆さんと一緒に乾杯したいと思いますけれども、お待たせいたしました。もう何分、あ、ね、やっぱり言うた通り20分でした。お時間ですね。それでは乾杯のご発声を一言いただけますでしょうか。はい、では光田さん、お酒が大好きな光田さん、そんな光田さんが1ヶ月間痛みに耐えてよく頑張った、はい、これで病院の数値も良ければいいなと思っております。痛い。まずは、はい、三田さん、はい、1ヶ月間禁酒、はい、お疲れ様でした。乾杯。乾杯。飲みます。あかくーくーやね。なんかもう LINE とかいろいろ来ていただいております。ありがとうございます。まだ与田先生に教えていただきました。ありがとうございます。すごい人いっぱい来てはるわ。クーですか。え、クーやね。これクーやね。これね、本搾りレモンって僕が好きなやつです、うん、もう酔ってますからね。早い一応。安いのかなって。これですよね、1ヶ月。え、1ヶ月よ。だってあれですよね、今まで ほぼ飲まない日ってあったんですか。ないです。ほぼ毎日飲んでました。外でも、ね、飲むし、うちでも飲むし。そうあ、そういえばさ、これってズームってさ、コメントって入ってないよね。あれ、ズームってコメント入るんちゃうかったっけ。あれ、ズームはコメント入るでしょ。できるんですか。できたはずやで。なんでや。ほら、チャットは入れへんもん。チャット見られへんもん。 YouTube のチャットは見れるんかな、これ。別の窓で YouTube 見れば別ので見るあんのかな。ちょっと見てみようか。皆さんがどっち見れるんですか、コメント。 YouTube は見れるんですか。今テンパってる。あ、テンパってる。うん、もうずっとテンパってる。ショールームのは見えてる。ショールームはね、見えてる。じゃあ YouTube のもチェックしましょうか。いいかな。大丈夫です。俺もちょっと YouTube、 はあ、はあ、いや、飲んでるね。皆さんどうですか、これ。どうですかって、酒飲んでるおっさん見てるだけやけども、これちょっと待って、俺も YouTube 見てみよう、どうなってんのか。 YouTube 動いてますよ。動いてる。あ、チャットも出てんの。はい、出てます。ちょっと待って、それ見たいわ。これは、ほんなら、これ自分のチャット。ありがとう。禁酒1ヶ月お疲れ様でした。お気にでございます、皆様。今日もね、なんかテンパリ再びっていう。うん、いつもやね。エブリシングやね、エブリシング。うん、ちょっと待ってね、これが、これをやね、分かったよ、味方が。ちょっと待って、もうだいぶ覚えてんけど、今日やっぱりやったんやね、俺ね。もう完璧やと思ってた。毎回完璧やと思ってんねんけど、無理やね。だからあれ、YouTube コメント担当、篠田光義でいきますよ。だから、
なるほど、ね、今ショールームは三田さんが拾って僕は YouTube を、なんとまあこのタッグ最高ですやん、最高ですやん、もうそれが、これがこうでしょ、なるほど、あ、なるほど、やっぱりせやね、窓が2つになってまうから、うん、俺はショールームと、まあ、両方見ときたいけどな、おきに、ありがとうございます、ちょっとじゃあ話進めましょうか、はいはいはい、SDK ありがとうございます、あの、いえ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 、10月に、去年の10月にはね、うん、10月に篠田君にショールームを教えてもらってから、そうですね、もう、え、今日が4月やから、ちょっと待って、これでいける、これでいけるぞ、約半年ですか、え、約半年でもうこんなことしてんねんで、いや、とてつもない進歩、進歩というか、もう進化です、進化してる、めっちゃすごい、おもろいな、人って、いや、もう、YouTube 見れるよ、完全にもう僕が教えてもらう側になりましたよ、これは、いや、ほんまに教えるわ、うん、いやいやいや、いや、だって俺、ショールームで、ズームできるって知らなかったですもん、うん、あ、なるほどね。はい、もうこれとかもできるんやって、すごい、だってもう完全諦めとったから、ショールームとの同時配信さえ、うん、無理や思ってたもん、行ったね、本当ですよね、行きましたね、これ YouTube のコメント、時差問題も解決したんですか、うん、時差が起きてたんで、最初にあの僕ショールーム、あ、 YouTube 見させてもらった時、うんうん、めっちゃあったもんね、かなり時差起きてたんですか、めっちゃあった、もう今はね、まあ時差はあんねんけど、うん、そんなめちゃくちゃないらしいよ、噂では、あ、そうですか、噂やけどね、うん、確か僕今見てると何秒か 2,3 秒ぐらいかもしれない、遅れてる、ほんであれやんか、うん、もうチャンネルの登録者数がさ、まあ本気で1000人目指してんけどもな、はいはいはい、本気で、まあ今あのおかげさんで200、さっき見た時には61やったかな、うんうん、さ、もう10日間やからね、言うからね、めっちゃ揺れたけどもね、すごいですよね、10日間でほんまありがたいことです、ありがとうございます皆さん、うん、まあ、そのちょっと篠田君のなれそめ、なれそめ、いらんなれそめ、あ、固まってる、もしかしてくるくる回ってる、 YouTube ちょっとくるくる回ってます、ね、あ、ほんまに、なんでやろうな、時間帯もやっぱ混む時間帯っていうのもあるのかもしれないですね、 YouTube 自体が、確かに確かにそうかもしれない、うん、まあ、あれじゃないですか、あのアーカイブでね、その部分がくるくるしないで残ってくれてるんだったら、そうやね、だからあんまり今他のやつ動かさん方がええみたいやね、こういうなんかさ、他の今 iPad で YouTube を見ようとしてんけどさ、はいはいはい、こういうのだから Wi-Fi 切っといた方がいいんかも、逆に、なるほど、ね、なんか家の中そんな気がする、ちょっと待ってな、一回あれするわ、見たいけど、めっちゃ見たいねんけど、うん、熱、めっちゃ汗だくやねんけど、ほんで飲むわ、あれですよ、 YouTube のコメント欄でも進化がすごい、三田さんすごいですよ、あ、ほんまに三田さんの進化物語って書いてあるんです、うわー嬉しいやないの、ちょっと、篠田君どれぐらいのペースで飲んでんの、ほんで飲みは、もともと全然飲まないんで、あ、ほっか、1週間に1回飲むか飲まないかぐらいで、うん、今なんかもう本当にずっと自宅にいるんで、ちょっと待って、俺の名前水田のくせに事務局になってるやんこれちょっと名前、事務局のさんなんだけどね、名前変えとこ水田たまにくるくる発声ね、しますけど、してる、それはもうほんまに、うん、アーカイブはね綺麗に残るっぽいから、ちょっとそこだけ我慢してもらって、うん、で後ほどまたね、あのショールームの方にもね、そうやね、見てもらって、あ、でもショール、そうか、ショールームも今はもう顔見えてるんですよ、ショールームもね顔見えてんね、うん、ちょっと継ぐわ、ありがとうございます、何飲んでんの、ほんでしょ、すいません手着で、な、僕はあの継いでよ、いや、すいません、いつもよりも高いハイボール、ハイボールにします。ほんまかいな。しかもね、俺今日水田さんのあれですか。ここにいろいろ揃えたからね。実は。何ですか。食べ物揃えた。つまみ関連？つまみ関連も揃えたからね。あと、まあ、今いいか。素晴らしい。これいこうか。これ一応もうサランラップにね、こういう準備は早かったけどね。うん、いや、そこに時間使いすぎたね。そうなの。これね、チャンジャ。あ、いいね。いいな、うん。これチャンジャがうまいんですよ。うん。こういうのね、酒飲まないとやっぱり食べないね、あ、やっぱそういうもんですか、うん、酒飲んでる時はよう食べとったけど、うん、このだから要はちゃんじゃも久々やね、なるほどね、うん、こんな硬かったっけ、こういうのはあの自分の手次第、おっさんの咀嚼音っていうのが流行るんちゃう、咀
ちょっと咀嚼音聞いてるけど知らん。やってみてください。いや汚いからやめとくわ。いやいやいや、これ以上は放送禁止。マニアはちゃんじゃのと。マニアって言うな。なんとかこれただでさえぐちゃぐちゃ言うわ俺。うん。よし喋るとな。だってあれですよ、僕のショールーム僕もやってるじゃないですか。うん。あの僕はあの顔をね出さずにラジオ配信なんで。そうやね。逆にもう声と音だけなんですよ。はい。だから結構そういう遊びありますよ。あの僕がドリンク飲むといつも喉越し音がすごいな。GKGK ね。GKGK、はいね、出てるね。ちょっと遊びあったりします。これ好転、また好転。それ耳じゃないですか。なんでやねん。こんなんある人とおかしいやろ。街どうしよう、飲まなすぎて耳の色変わったかと思って。なんでやの。ちゃうやな、これシルバーのかっこいい、かっこいいですね。電音ですよ、電音。出た。うん、ね、俺らの時代って大体電音とか音響とか剣音と大体これがね、もうミニコンポ時代やから、うんうんうん、でもやっぱ電音って書いてあったからもう電音にしよう思って買いました。お高いんでしょ。なそ何を言うてんねんな。ポイントで買いました。あ、素晴らしい。ポイントで。おかげさまでいいね。ちょっと大事。こうやってしゃべったらやっぱコメントがこうやって見ると見られへんな。どれを見たらええんかもういまだに分からへんわ。ほんま、皆様がショールームと、そうかそうか、見てくれたりですよ。わ、ショールームも100人超えてるわ、ショールーム。あ、すごい。ショールーム100人超えました。ありがとうございます。YouTube ね、うん、くるくるしてる感じですね。YouTube やっぱしんどいか。訪問者もやっぱその分少ないな。せやな、そらそら。まあ、その分ね、アーカイブでね。せやね、アーカイブで見てもらうしかないな。うん、うん、うん、うん。あ、ありがとうございます。コメントいただきます。見てますよ。アンジーハンお気に初見やて、初見で見に来ていただいて嬉しいやないの。これ後でまたみんなの名前呼ばせてもらうわ。ぴょんぴょん跳ねてますわ。少量もありがとうございます。跳ねるからね、こうジャンプしはるからね、いっぱい。お気にでございます。ほいでもちょっと待って、もう9時半やで。早いな、うん、あっちもあっちゅう前でこれ、あ、いっぱいや。 YouTube が未だに見れておりませんけれども、すいません。まあね、でも YouTube の方はアーカイブ残らないんで、その分ね、もう一回見たいって方は、あ、違う、あ、ショールームの方はアーカイブ残らないんで、そうやね、見られへんもんね。見たい方は YouTube の方ね、アーカイブ見ていただけたら。この前あれ、ね、瞬きしない選手権やってんけどさ、はいはい、見てましたよ。宮先生、ありがとう、来てくれてたもんね。はい、やっちゃったね。あの、瞬きした瞬間見てました。うぜんやん、37分前のやつやろ。36分、牛丼の魔力にやられたんでしょうね。牛丼って言った瞬間にやられたね。こう浮かんじゃったんだろうな。せやね、お客さん入ってきた時に、うん、その時にね、俺まばたきしたんやと思うね、その時も多分。ああ、なるほどね。うん、それが出たんやわ。最悪やで。これでね、ちょっと待って、 YouTube 見れる、これで見れるはずやわ。あ、いけるはず、2つの窓でいけたっぽいよ。あ、回ってる。あ、ちょっと待って、でもあかんわ、これ声が遅れて聞こえてまうわ、入ってまうわ。まあ、ええわ。よし、ちょっとね、本絞りはね、これ500だからもう一気に行こうか、これ。ちょっと、ま、病院には行ったのよ、血抜きに。はいはいはい。ほんで結果をまだ聞いてないから、それはもう来週の木曜日の時に発表しようかな思ってんねんけど、まあ、これであの結果1ヶ月、ね、飲まずに結果待って出て、うん、1ヶ月前より数値上がってたらもう焦げますね。どうするかね、そうなった時に。その選択肢なかったからね。酒関係なかったんだ。せやね、他の原因ないやろ、そんな。面白いけどね、新しい発見やろね。医学界の中で先生もね、どうでしょう。え、何も変わってませんって、ね、先生が。先生なのよ、ほんまに。むしろちょっと上がってます。じゃあ、ほんで今このご時世やんか、でこのご時世やからちょっとあの血抜いてもらうときにね、すみません僕こんなんでこの時期に来てもうてって言うたのよ。まあその前に電話せんけど、はいはいはい、あの今ってこんなんやってるんですかって言うたら、全然大丈夫ですよって言うから言ってんけど、ほんならまあ一人やったの、小さい病院ではあんねんけど、一人でさ、いやすぐ呼ばれてさ、水田さん入ってで血抜かれるときもすみませんって言うたら、いやいやもう全然来られてますよとかつって、看護師さんが、あ、そうですか。ほんで速攻終わっても速攻帰ってきてんけどね。だから結果はもうすぐに出ますとは言ってたから、明日明後日ぐらいには行こうかな思ってんねんけどね、結果は。
まあ大丈夫じゃないですか。行ってんのちゃんと健康診断。一年に一回行きます。あ、行ってんの。うん。どこも引っかかれん。引っかかんないですね。引っかかんないですし、なんなら肺活量は人の倍ありました、ね。え、さすが。はい。やっぱり舞台やってるからですかね。さすがやね。俺は、うん、そうでも普通やけど。あ、そうです。舞台やってないけどね。うん。まあまあね、あとはもう数字結果はね、うん、病院に行かないと分かんないけど、今日はとりあえずめでたい日だということで。そういうことやね。なんかほんまに、なんか変な感じやね。1ヶ月、うん、ほんまに飲まんかったって。人生で初やからね、まあ、あの20歳までは別として。うん、うん、あ、そうですか。そんなに、そんなにやで。1ヶ月飲まんなんてありえないっておかしなことやけど。逆に俺今この年になったら、そうですけど、3日間ぐらい飲んだら、うん、胃が痛くなったりしますね。そうなんですね。もともとそうなんやな、ほんならね。もしかしたらそうかもしれないですね。うん、この量とか関係なくなりますね。俺のがだからもう4月22日にほんま稽古初日やったから、今頃もうガンガン飲んでるはずやったのよ。はいはいはい、はい、もう毎日のように多分飲んでるやろうなと思ってるけど。うん、やっぱ、まあ、ある種ね、こういう時期でいろいろストックかかってしまってる時期ですけど、うん、のおかげって言ったらあれですけどね、うん、そういう体調管理もできるし、そうね、そういう時間に当てられたってのは良かったですね。うん、まあ、やれることをね、うん、やっていくしかないしね、うん、ほんまね、うん、いや、あのめでたいついでで言うと、うんうん、実は今日あの僕からも発表がありまして、うん、はい、何よ、ちょっとね、お察しがいい方は、うん、もうね、気づいてる方もいると思うんです。あら、まあ、私、篠田光義もです。お、公式 YouTube チャンネルを開設しました。しました？遅ればせながら。したの？開設したの？はい、しました。うわ、はい、おめでとうございます。篠田光義の、お、まあ、ハッシュタグなくてもいけるんですけど、お、 SDK プロデューススタジオと言います。ほう、マジか。こちらをですね、お、開設したんですよ。したの？もうしたの？チャンネル登録せな、はい、あ、してください。ぜひ三田パイセンに。パイセン、僕を取りましたが。やったね。そうなんです。なのでね、またそちらでコラボとかね、せやね、やりましょうよ。結局コラボ配信、コラボ動画ね。なんやろうね、俺と篠田君ってその10サイレンの15周年から一気にバーンって距離縮まったやん。はいはい、そうです、ね、同じなんかレールに乗ってるよね俺ら。いや、同じレールっていうんか、さっき、うん、ミサさんが言ってたけど、うん、本当に去年の10月にね、もともと僕が8月ぐらいから、うん、まあ、怒りのイベントに向けてカウントダウンイベントのためにショールーム始めたじゃないですか。あれ、そっか、ショールームも始めたばっかりか、あの時。そうです、そうです、そうです。あ、そうか、8月ぐらいに始めた。で、その後に水原さんとね、打ち上げその話して、で、ショールームやってみたいわって教えてってそうなって、で、教えたのが10月で。あの時俺ハッシュタグ知らんかった。僕追い越されましたから、ね、やったね。逆に追い越されて今僕 YouTube 始めましたから。なんかもうハマっていってさ、うん、なんかようわからんねんけど。いや、面白いですけどね。面白い、面白いけど、下歩吐くぐらい大変ですね。めっちゃ大変、ほんま。今うちもだってもう敗戦天国ですもん。せやね、もう敗戦だらけ、ほんま天国。いいね、敗戦地獄じゃないねんな。まあ、そこは天国って言わないと、ね、うんうん、決めたばっかのことです。ほんま、さっきのね、出だしのやつもそうやけどさ、もうわけ分からへんもん。俺もだからそうなるんじゃないかなって今勉強中ですけどね。うん、もう失敗繰り返して繰り返してね、やってますわ、なんとか、はい、ね。なので皆さん、ぜひご覧の皆様、うん、そうやね、ぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いします。します。の SDK プロデューススタジオ、 SDK プロデューススタジオ、いいね。あのイベントの話はできへんの今は。まだね、ちょっとね、うん、もうちょいですかね。あ、もうちょい、せや、うん、なんか時期も時期でいろいろあるんで、まだ分からへんもんね。はい、せやね。ただそのイベントの話というか YouTube 側の話で言ったら、うん、もう一個発表がありまして、お、いいよ、今夜というか、まあ、日付変わってあったんですけど12時ぴったりに、うん、早速 YouTube の第1弾企画の、うん、発表動画を、うん、アップします。あ、 CM みたいな YouTube に、はい、アップします。明日、今日の12時。あ、今日の12時か、ね、なのでぜひ皆様見てください。チャンネル登録してください。ええやんか、ええやんか。ちょっとね、楽しいことになるんじゃないかと思います。なんか楽しいね、やることいっぱいでな。配膳天国ですか、ね、なんか新しいことをやるってめっちゃおもろない。
いや面白いです、面白いです。なんかちっちゃい頃ってさ、うん、勉強とかいろんなの覚えててなんか成長していくんでおもろいねんけどさ、初めてのこと知って、うん、おっさんとかなってくるとなんかさもう新しい発見ってさ、うん、なかなか自分で作っていかんとないやん。いや、話するけど、まだ学ぶことあるんだ、学べることあるんだ、あるね、うん、めっちゃおもろいもん。なんかもうただね、うん、OBS がわけわからん、うん、今俺そこでつまずいてますわ。 OBS って何、何やで、うん、これだいぶ、これ今俺がやってるんやけどね、これを要はズーム、水田さんすごい、だからそういう意味でよりすごさわかりますよな。これがね、えげつない、いろんな人にほんま助けてもらったけどね。あ、もう全然、あの本当に教えてください僕に今度。あ、もうぜひぜひ、それはもちろんでございますよ、はい、それこれできないと何もね、 YouTube 作ったけど何もできないっていうことなんですよ。もうお返しですから、それはこうやって俺をねこの道に引きずり込んでくれた張本人やから。いやありがとうございます。そんな本絞り飲みました。あ、早い、クセラータンブラーです、よろしく。あ、YouTube のコメントを今ねチェックしてます。チェックしてる、皆さんありがとうございます、うん、あの登録しましたよとかチェック、ね、登録しますって、ありがとうございます。裏で早いね、みんなみんな早いね。すぐね、こんなんねいくらもあってもいいんですけどもね。篠田君、登録なんて、はい、次の飲み物行っていい？もちろんです、もちろんです。ちょっと今日はもうこれやねんけど、ですから、なんでとかすごい、これやねんけど、すごい、すごいでしょ。これ多分石原裕次郎のモノマネする方の持ってるやつの、俺の部屋映り込んでると思うんだけどさやっぱりこれかなと思って、 SDK と飲むのは素晴らしい、これかなと思って赤でやっぱり行こうかな思って。いいじゃないですか、ちょっと継がしてもらうわ、うん、見てこの、見てちゃうわ、聞いてや、跳ねてる、入れすぎ、入れすぎでしょ調子乗っちゃってど、調子乗っちゃってるねこれ。あ、垂れてきたわ、量でしょ、はい、調子乗っちゃってる量ですよ、調子乗っちゃってるよね、調子乗っちゃってる量だな。よいしょ、これでね、うん、ほんでまたこの時に用意してるのがこちらです。はい、こちらチーズ、はい、カマンベールチーズをね、うんうんうん、こちらもこれの準備も早かったね、うん、すぐここから始まりましたからね。そっちはもう慣れてますもんね、その準備。めっちゃ垂れてる、めっちゃ垂れてる。いただきます。うん、いい召し上がれ、うん、いや水田さん、それで言ったらね、うん、さっき、いやなんかこう縁やねっていう話したじゃないですか。縁やね、僕らね、うん、縁やわ。ちょっと縁にまつわる話一つしていいですか。うんうん、あの、うん、水田さん、うん、この間パソコン買われたじゃないですか、うん、古いって言って、うんね、で、あの写真で買いましたよみたいなやつあげたじゃないですか。あげたあげた、ツイッターとかのインスタに、うん、僕ねそれ見てね、うん、驚いたんですけど、うん、僕も、うん、その2日前に、うん、新しいノートパソコン買ってたんですよ。え、ちょうど僕のも古くて、あ、もう買い替えなきゃできないなと思ってたんで、うん、YouTuber やろうと思ってたんで、うん、買い替えなきゃと思って買い替えたんです。ほん、同じのちゃうやんな、まさか。その写真見たら、うん、え、水田さん、うん、HP の ENVYNB、そうやで、水田さん、まさかの、ほんまに一緒です。うっせえうっせえやん、こんなことあります。え、箱まだ残ってるで。俺も箱持ってきますよ今。え、箱ちょっと、じゃあ俺も持ってくるわ、ちょっと箱。いや、二人ともおれへんなるけど。あ、二人ともいなかった、ごめんなさい、二人ともいなかった。あ、あと俺のやつダメだこれ、納品書が入ってるけど、帰ってきた。はい、いてててて、いや今あの箱持ってきたんですけど、持ってきたで、俺も僕のやつ、あの納品証が思いっきり表面に貼られてて、あ、それ裏に貼ってる、俺は裏に保証書在住って書いてあるわ。すごいな、薄いやん、めっちゃキモいやんそれ。
キモいでしょ。キモい。こんなキモいことあります？あったね。キモいこと。三沢さんのあの写真見て、うん、俺マジで膝震えましたよ。すごいなほんま。このタイミングでもう多分育成ってあるノートパソコンの中で、うん、同じとこのやつ買うあります？すごいね。こんだけあの、いやもう値段も分かってるやん。じゃあどっちが高いとか分かるな。これ今言われへんけど、どうなんでしょう。なんぼで買うたんやろ。僕ほら、僕はねこれ木のやつなんですよ。何がいいな。あ、木の方。はい、ウッドのデザイン。もう絶対一緒やん。俺シルバーやもん。これこれこれや。ここのこれで見て分かるんちゃう。一緒一緒。いやもう一緒やん。光ってるけど。すごくないですか。やらせっぽいでしょ。やらせっぽい。ほんまに。何の打ち合わせもしてないですもんね、海さん。してない。ほんまにしてない。今パソコン買うことも知らなかったです。その話も今初めて聞いた。そうですよね。マジで。ちゃうね。これ俺は。え、なんでこれ選んだん。俺はな。僕は。うん。はい、一緒に言うて。これも一緒に言うっていう。どうぞどうぞどうぞ。どうぞどうぞ。いや、あの俺は要はそういう SE とかさやってる友達とかおるやん。そういうのに詳しい人、はいはい、俺も分かれへんから。要はパソコンなんかいっぱいあって。なるほどなるほど。もうどれかっていうかなんて全然分かれへんから、どれがええっつって、もう何がええのか言う教えて。こういう配信をしたいと、まずで、うん、まあいろいろこんなんしたいねんとかって言うて、で結局ちょっと値は全然予算より高かったんけど、うん、もういってまえと思って、でコータンがこれ。途中いろいろ揺れたけど、うん、はいはい、僕はただずっと調べてました。いや、それこそ CPU の数字、あの数字が高いのとか数字がいいのとかいろいろ調べてて、行き着いたのがこれでした。へえ。誰にも聞いてはなかったですけど。ほんまかいな。こんなことあります。笑かすね。えげつないね。えげつないでしょ。えげつない。気持ち悪いでしょ、うん、なんじゃいな。だから、うん、今後ともよろしくお願いします。よう、それ黙ってたな、今まで。俺やったらすぐ言うてるわ。ね、いや、言いたかったんですけど。聞いて聞いて。ゲスト出てる、出ること決まってたから。うんうんうん、そこで言おう思て。じゃあもうその時ずっと言う。さすが。さすがやね。これは驚いた。本当に驚いた。いいね。すごいね。来てるね。あと、じゃあこれやな。ヘッドホンやな。ヘッドホンね。あとヘッドホンと。あとミキサーと。ミキサーはね、なくてもいけそうなんですよ、ね。そっかそっか。マイク、なんか良かったもんね。そうなんそうなん。ええの。音も聞けるっぽいんで。うんうんうん。あと照明も買いましたよ。細かい。ドリル照明みたいな丸いやつ。マジで。わかります。え、丸いやつ？LED？ LED 照明の。前に置くやつなんです。うんうんうん。スマホも立てれるみたいな。うんうん、さんあれですよね。上に照明引いたんですよね。家の天井に。うん。頭いかれてるの。今ここで六本スポットいただいてるよ。六本のスポット。頭いかれてる。なんか舞台ここで多分舞台できる。俺一人芝居やろうかな、ここで。水田さんあれですか、うん、もうなんかお金を使いすぎて、うん、パッパラパンになってます。パッパラパンになってます。私わけわかんなくなっちゃった。はい、なってます。ほらこっから役者なんか一番稼げなくなるんです。なる。ほんまにコロナ騒ぎの中でどないなっとんなんかもうゼロになるんです。いやほんまやで。これどうしたらいいん。いや、やっぱ膝震えますよ。これピクピク言うてんの。これ聞こえてんの。ピュンピュン言うてんの。なんか LINE が飛んだりとかさ。あ、聞こえてもてんねや。LINE がね飛んでんねや、裏で。シャッソー言うてね。シャッソー、シャッソーっていうのをちょっと始めるんです、 YouTube。 はいはい、言ってましたね。明日、しかも明日な。明日ね、芸人のね。見てください。はいはい。あんた時間の使い方分かってないですか。分かってない。なんで木曜日に自分自らの配信があって金に入れちゃうの。そうね、なんかもうすぐやろうと思って。他の曜日あるでしょ。うん、レンチャンです。明日もこれでズームで一回そのやんねんけどね。はいはいはい。一緒やん、芸人とね。今度はそのテレビディレクターやってはる人とね、ちょっと名前言われへんねんけど、うん、3人でちょっとチーム組んで、ね、うん、やろう思って。はい、ほんで何やるかはこれからやねんけど。ざっくりは決まってんねんけど、あ、何をやろうかっていう会議をする。うん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 、そう、配信ってことですね。うん、うんうんうん、なんとなくは決まってて、その企画とかいろいろ考えながらやろうかなと思ってます。なるほど。うん、ごー言うてるわ。いやー、ちょっとお酒がもう、まだ俺これ以外にもお酒用意してるからね。だってちょっと水田さんもう顔トロンとしてきましたよ。おまかいな、うん、なちょっと、うん、
顔色良くなってきました。ほんま？これ回るは早いんやろな、そらな。辛そうですよ。もうね、なんちゅうの、あ、体重もさ、ちょっとこれ、うん、見せたか、あ、なんか発表するって言ってましたっけ。言ってた俺、うん、携帯にさ、一応ほんまにこれ全部言うね。もうちょっと待って、これ車窓のね、車窓の前進むがバンバン、これブロックしちゃえよ、ブロックなんか、ブロックしちゃえよ。なんかじゃね、こっちは本番中だいっつってちょっとピコピコこれ聞こえてもうてんやろ、これ配信にも全部聞こえてましたよ。ほんまかいな、これちょっと待って、これほんま打たなあかんわ。ちょっとコメント読んできます。ピコピコ LINE めっちゃ来ますね。かわいい水田さん、かわいすぎる。楽しそうで楽しいっていいね、楽しそうで楽しいっていういい表現だな。明日の配信までお酒飲まないと良いですねって、ピカピカ言うてますよ、ね、とてもほっこりする。はい、すいません、ね、今一応打っといたから、配信に音乗ってまうから電話でやってくれって今入れときました、前進むに。いや、それか、うん、逆にあれじゃないですか、別に配信の音だけ切ればいいじゃん。あの、あ、配信ってない、ピコピコの LINE の音だけ。え、そんなんできんの？ええ、どうやってやんの？でもこれ LINE 見えてまうやろ、これ OBS とか YouTube とか分かったのに音の切り方分かんない。あ、 LINE を切ればいいんちゃう？ LINE の音を切ればいいんちゃう？ LINE の音を切る？ LINE を切る、あ、それから LINE の通知をオフにしとけばいい。 LINE の通知、これ見えへんのかな。あ、見えへんか、俺がこれ見たとしても。ちょっと待って、 LINE の通知オフ、前進むさんとのよろしくねとかって、それはそれでしょ。 LINE の通知オフって分からへんわ、今から無理やわ、今から無理やわ、設定あかんわ、無理やわ。一回これを LINE 切っちゃえばいいんじゃない、これ LINE を一回切っとこう、ほんなら音ならへん。 OK、 今切ったよ。あら、早速嬉しい。どうしたん？あの、さっき YouTube の話、このね、ちゃんとやしの SDK チャンネル登録スタジオの話したじゃないですか、うん、早速チャンネル登録きました、連絡が。やったね、ありがとうございます。もう名前読み上げちゃおうかな。いや、読み上げやろ、わからないや、わからないや、わからんのかいな。今ちょっとショールームの方も見てみよう、コメントいただいております、ありがとうございます。スマホをミュートにすればいいのでは、いろいろ教えてもらってるね。そう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 、あ、そうなんやね、うん、スマホ、じゃあスマホちゃうと、これパソコンの LINE、 パソコンに LINE を開いててだからや。 そしたらピカピコってきた時に、うん、そこで押して設定で切り替えてるんじゃないですか。あ、そうなの、あの、来ないようにとか。今ね、もうパソコン上の LINE を消した、うん、だから多分いけると思う。 あ、ショールームがね165人になってるで。お、えらいこっちゃな、ありがとうございます。ありがたいです、ほんまやで。これ朝までやるんやろ？いやいやいや、おかしいですよえ、朝までっていう、僕 OBS のチェックしたいんですよ。お、だから今やるがな、 OBS やるがな、今生で、生でやってくれ。それ朝やがな、これ教えるがな、教えるがな。いや、一回パソコン切って俺スマホで参加し直そうかなあかんあかん、別に横でずっとパソコンいじってていいですか？あかんあかんあかん、ただそれを映してるだけの絵になるやん、それパソコンいじってるだけの。でもあれですね、このパソコン軽いっすね。いや、もう全然変わったもん、今のノートパソコン軽い、もう全然。あ、重さの話、重さ、重さ、あ、重、あ、中身もそうです、中身、うん、そうやな、早いか、うん、軽いじゃなくて早いか、それは、うん、え、いやー、これすごい、ほんま、でもこうでよかったわ、ほんま。いや、本当ですね、ストレスでしゃあないもん、あれ。だからあのね、コロナが収束して落ち着いてこう会えるんだったら、ノートパソコン一緒に持ってって写真撮りましょう、うん、ええやん、篠田君、ね、あのな、俺機材だけでなくてな、その照明もそうやし、はい、今日乗っけたんやけど、うん、ツイッターに、うん、机コータ専用の机、あ、はい、あれ買ったんすか？うん、あのキャンプ用のやつ、折りたたみのやつ、配信するときだけ。そこはもう家じゃないっていうことでいいんですね。うん、もうスタジオに住んでるみたいな感じかな。スタジオに寝かしてもらってるみたいな。マジでそれ YouTuber の人の家と一緒ですもん、うん、ね、僕が今一緒にやってるレオザフットボール君の家も片方そうなってますからね。それ椅子でしょ、椅子もこうた折りたたみの、うん、どうしたらいい、これあとなんやろあとなんやろ、ちゃうで。いや、でもね、僕自分で思いましたけど、うん、まあ、こういう時期で、ね、あの何ができるかなっていうところから僕らこうやってスタートしてるじゃないですか、うん、ね、で、まあ、そういう中にこう時間もお金もかけてこうやってやってますけども、うん、でこれ客観視した時にね、うん、
それは結婚できねえわと思いますこんな時期に発表言うから、それかな思ったら発表言うから、大事な発表がありますよ言うから、逆でしょ、こんなやつ嫌なんですよ、だって普通アホこんな時期に家から出ちゃダメだよって時に、じゃあその分いろいろ買って、とてつもない金使って、うん、分かんないこと一個一個ずっと家で勉強してて、うん、できるかなできるかなってやってる、うん、楽しい、楽しいやないの、ブー言うてるわ、これ俺ね根拠遅れたなと思いました。え、大丈夫や、大丈夫、今楽しく行こう、楽しく行こう、楽し個人としては楽しいんです、個人は楽しいんですけど、うん、なんかその姿をこうね俯瞰でもう一人の自分が見た時、あれ何してんのって、何やっとんねんやと、えいやめっちゃええ家住んでるやんかいさ、その壁何ほんで、いやなんかその壁がね、その壁紙自由に選べる、ほんまかいな、はい、え今日のために壁紙張り替えたんちゃうか、そんなことするわけないですよそんなに力んでない、 これに対してそこに使うお金ないです、あそこに使うお金残ってない、ここにそんなにねなちょっと飲むわ、今日はちょっと飲むわ、まあ、ゆったり飲んでくださいよ今日、せやんな、ね、なんか、うん、俺その瞬き選手権の時も思ったけど、もうなんかこれってめっちゃもうずっと喋らなあかん、死に目が怖いって思うやん、この間がパッて開いたりとかするの、うん、あの時だけはやっぱりあかんね、喋ってたらあかんね、瞬きのね、ちょ今度リベンジするけど、いやいや、またやってください、やるやる、もう1時間以上のね、うん、あれするからね、あれミサさんの代わりに僕が喋ってみましょうか、何多いな、あこれ瞬きしてない間なんつもうそれ行こうや、スペシャルや、それスペシャル、でミサさんが聞こえてなければいいですもん、実況だけ僕はずっと言って、いや声はいいよ、声は入場してきました、はいいです、さあ今気持ちを作ってます、ではちょっと気持ち今意気込み聞いてみましょう、ミサさんいかがですか。聞こえません。目がもうね無理や、今もう目しばしばする。でもね、まあその1回1時間5分とかやった時は、飲んでたわやっぱり。画像見直したけど、映像。あだから飲んでた。多少うろうとかあるんでしょう。かもしれんね。俺、うん、覚えてなかったけど。いけないとかっていうルールはないんですよね。多分ね。多分ね。だからその。公式かどうかわからないんですけど、記録で言ったら中国の張さんよ、あ、劉さん、劉さん、うん、まあ張さんでもいいけど、ね、あれ本物かな、わからへんね、言葉だけ、ギネスなんですか、その、いや、ちゃうね、ちゃうね、ただ単にニュース、ヤフーニュースかなんかに載ってるだけで、それが本物かどうかもわからへんね、うん、残ってないから、せやからそこをやろうかな思って、でもそのギネスで調べても出ないんですか、で、まばたき、出へんね。あ、じゃあまだやってる人はいないのかもしれない。でね、ギネスにほんま1月かな、なんで申請して3ヶ月ぐらいかかるっていうメールでのやり取り、メールじゃないか、あれもうすぐ返答が来るだけのやつか、システムかな、うんうん、ほんでやっとったけど、もう3ヶ月しても何にもない、うん、ああまあこのコロナの時期でバタバタしてるのもあるかもしれないですね、まあまあ そうそう、それもあるから多分来へんやろうなと思って、うんうんうん、そうですね、しゃあないな、モテねえけどね、それはね、でもなんかちょっと絶対やりたいなと思ってて、うん、ギネスに挑戦というできないやつは、うん、思ってます、挑戦してください、思ってますね、いいですよだから飲みながらやってみてもいいんじゃないですか、それが OK だった、ね、せやね、飲みながら喋らんとやろうかな思って、うん、ちょっとその前に僕もね、あの YouTube、 あ、じゃない、 Twitter のやつ見てましたけど、うん、あの同じ環境下に近い形にしてね、そ何がいいな、その時の近い環境にしてやってたら、うん、より記録出るかもしれないですね、そういうことやね、うんうん、それでいこうかな、いいじゃないですか、篠田君ちょっと話、俺この番組って話バンバン変わる番組やねんけど、はい、全然僕の普段のショールームもそうです、あ、ほうか、 YouTube で、はい、何やっていくん、ちなみにその SDK プロデュースは、まあそれはいろいろやっていこうと思ってますけど、まあ、一応第1弾に関しては今日の12時に、あ、そうかそうか、あ、そうかそうか、名プロデューサーやからね、はい、ほんまに名俳優であり名プロデューサーですよ、好き勝手やってるだけなんです、好き勝手、それができへんやんかいさ、普通はそれを やれてるのはすごいと思うし、いやだから今季が遅れるんですよ僕結婚したいんかい、ないですよそれはそうか、なんか子供とか好きそうやもんね、大好きです、あ、大好き、うん、大好きです、せやな、せやな、あんまりねこういうこと言うとね、うん、なんかハードルが上がりすぎて逆にできなくなる、
ハードル、まあ、もう走り高跳びぐらいになってるからね、言うとけど、もう出したくぐれますよ。ずーっと歩いてきます。あかんがな、それは。ちょっと待って、 YouTube もそうやん、徐々に増えてはきてますよ今もう、これね、うん、でも同時視聴者数っていうのがリアルにこれ見えるんやね、これね、 YouTube で。 YouTube はあの減ったり増えたりするんですよ。そうやね、もうガンガン、もうすごいへこんだりね、一喜一憂するタイプやからね。なるほど。もうそこにシール貼っといたらいいじゃないですか、見えないの。それでもちょっと好奇心あるタイプやからね。なるほど。もうどっちがどっちかやねんか。うまいな。いや俺ね、それで言ったらね、うん、あれなんですよ、だから生配信したいなと思ってるんですよ。あ、生配信、あ、それは生配信やないんや、ちなみに。いや、今日のやつが生じゃなくて、うん、動画作りました。あ、そうだ、そうやね。ちょっと待って、音楽がでかいな俺の中で。どうなんやろみんな。ええか、あれ声聞こえてる？聞こえてます、聞こえてます。あ、聞こえてる、うん、音楽で。ただその生配信のやり方もいまいちよく分かってなくて、うん、あ、ほかほか、任せてーな、任せてーな、みたいな。ミサさんが、ほら、俺すごいなって思ったんですけど、うん、自分で我慢で自分でいじりながら全部いろいろ、この間の瞬きもそうですけど、うん、いっぱい出してたじゃないですか、コメント、チャット欄とか。そう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 、横にこう動くコメントとか。そう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 、俺あんなん全然わかんないです。あれとかできた時の喜びもやばいで、あ、あ、できた俺っていう、ほんまにちっちゃい、もうめっちゃその大変やんかい、あれやるのに。それをやれた時の達成感、もうそれで生きてます。うん、幸せですね。幸せやね、ほんまに。ありがとう。今日俺朝8時にピンポンって来て、うんうん、パソコン届いたんですよ。あ、ほんまかいな。はい、で今それでつない、朝からずっとつないで OBS やったりとか YouTube 連動させたりとか。でもそのパソコンの話マジおもろいな、めっちゃおもろいな。同じの、すごいな、色違い、同じの。いやほんますごいわ。ウッドの方こうたんか。いやもう完璧に一緒やな。一緒ですね。すごいな。ほんでね、 OBS やってて YouTube となんかこう連動させるんですよね、またそれも。うん、そうやで。それ OBS 使うと、うん、要はこっちいろいろ画面上に出せるんですよね。そう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 、あのズームも出せるし、はいはいはい、とかショールームとか同時配信はもうほんま諦めたの、1回、うんうんうん、1回諦めてんけど、なんかいろいろ、まあその教えてもらったりとかして、あの俺の高校の時の同級生でさ、ヨダっていうやつ、ヨダ先生ってもう今ショールームとか今有名やねんけど、ヨダ先生多分今も聞いてくれてると思うけど、ヨダ先生からいろいろこうしたらええ、ああしたらええって、いろいろほんまに本節丁寧に教えてくれて。そのヨダ先生は何をされてる方なんですか？そのね、パソコンとかめっちゃ詳しいね、ほんまに。そっち系の。すごい。うん。ヨダ先生、見てますか？ヨダ先生見てるか、見てくれてると思うよ。LINE とかさっきもくれたし。僕にも教えてください。個人的に LINE をしてください。なんで、ドア頭の今日のトラブルもあったけど、トラブルちゃうわ、人為的なミスやけど、はい、あれも全部もう LINE バンバン飛んできてくれてるわけ。もうこうして、ここ押したか？ここどうやってやってくれてるわけ。もう最高やんか、もう。それがあの関西の同級生です。そうやね。だからそういう今コメントくれてる人たちの中にももう、うん、あるやん、こういうのが曲がありますよとかさ、例えば BGM、うんうん、もうわっけ分からへんから、うん、ほんならもうこういう、あ、みんな教えてくれてるんだ。教えてくれるわ、いいな。で、私は分かりませんけど、あの、うん、頑張ってくださいとか、もうそんなんもう嬉しいやん、うんうんうん、確かにね。すごい世界やねこれね。いいわ。いいわ。だそれを、あとは、うん、あれですよね、僕がいじらず向こうからいじっていただいて、パソコンをずっとカチカチカチってやってくれたらいいんですけどね。そういうのなんかありますよね。リモートリモートでね、できるで、それもできんねんで。それ、うわ、羨ましい。それ見てればいいんですもんね。できんねん。でもそれやとね、おもんないね。リモートで全部やってもらってるのを見てると、おもんないね、うん、ないね。めっちゃ深いこと、深くないわ言うけど、結構ね、それってね、自分でやっても苦労して、うわっかんこらってなって、できた時の喜びがもう最高ですわ。いや俺分かりますよ。だって俺今日 OBS いじってて、うん、YouTube とね、うん、ってやつやってたんですよ、うん、でこうやって調べてて、うん、ググってね、 Google で調べながら見てて、それやってたんですよ、うん、でこうやってみてくださいっていうやつ書いて、全部それ通りやったんですよ、うんうんうん、ここで一回切って、うん、あ、まあまあなんとかできたかって思って、うん、ちょっと
自分でね、いやサッカーの YouTube でも見ようと思ってパッと開いたら、うん、僕のやつのアカウントでさっき言ってた篠山剛の SDK プロデューススタジオ、うん、そこで試しにこうやってくださいっていうのテストって配信生配信するのテストって書いてあるんですよ、うん、配信のタイトル名そうやね。でそのままこうカチッと止めたら、うん、テストって書いてあるんですが3時間ぐらい前にいきなりポッと上がってたんですよ。えもう出してもうてたってこと？あの僕しか見れてないのか皆さん見えてるのか分かんないですけどテストってやつがその中に並んでたんですポン。あそれはフォローしててそれは再生は 0秒で多分誰も見られてなかったんですけど、それは非公開やわ。大丈夫やわ。あ非公開な非公開になってると思う。なんかねせやねんできんねんそれ。でも残んねん後で消せる。それはあ消しました。さすがに消した。何も動いてないやつだったんで。そらそやな。もう何回やったかそのテスト。いやマジでゲボ吐くかと思ってゲーやったゲボってやったな。ちょっと待って10時やんか。あのな10時にちょっとゲストシークレットゲストもうバレたけど最初に僕だけで足りないんすか。ちゃ何を言うてんねんな SDK これでちょっと待って飲もうよって。もう一人こう、うん、男だけやからさ今な、はいはいはい、やっぱりちょっとこう言ってんですよ。こう言ってん、うんうん、ちゃうねん。ほんでなちょっと待ってその前に、うん、あれでしょ俺次これ行こうと思って買ってきたやつがあんねん。見て。いやさっきのやつは最近のやつまだあるけど俺次これ行きたいねん。出た日本酒でん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 。何これやで。これでしょじゃーん。おーダサい。おさすが。これ最初俺読まれへんかったけど背祭りかな思ったけどダッサイでございます。有名ですもんね。買っちゃった一升瓶かな。そのサイズでかっ、うん、一升瓶買っちゃったやっぱり。いやまあ、ね、今日はね頑張りましたからね。今日はねいいかなと思って、はい、これ行こう思って。でこれを、うん、これで俺その乾杯しよう思ってでもうね、うん、SDK 聞いてる、はい、聞いてます。今ちょっとねうん、あの YouTube の方やりましたっていうのを Twitter でもあやってやって全然やってやってもう、はい、もうぐだぐだ。あなんか YouTube のね見てくれてはる人が40人を突破しました。ありがとうございます。おありがとうございます。ありがとうございます。これを入れちょっと待ってな。ほんだれほんでこれを入れて、はい、ちょっと待ってな、うん、ちょっと準備するわ。ちょっとその、はい、YouTube の話あれ頼むちょっと一回してて。あ分かりました。わしちょっと一回あれするな。一回あれするな準備するな。ありがとうございます、ね、こうやって生配信で初めましての方もいるかもしれませんからね。僕篠田光と言いまして三田さんとはホラーゲームのねサイレンというゲームでご一緒させていただいてもう1の時だったので17年ぐらいだったんですよね。作品としてですね早いですね。そうやって今のねこういう形でまた出会わせて、ね、いただいて一緒にこうやって生配信できてるのは本当に幸せなことでございます。ちなみに私篠田光氏、本日発表しました YouTube の公式チャンネルですね篠田光氏の SDK プロデューススタジオというですねチャンネルを開設しました。ぜひとも皆様フォローチャンネル登録よろしくお願いします。そして拡散よろしくお願いします。本日この後12時2時間後ですねに、第1弾の企画動画を出しますんでぜひともそちらをまたご覧になっていただけたらと思っております。声やな SDK の声は。聞こえてたんですか。いや聞こえへんけど今ふわっと聞こえてきた今近くに来た時に。あ本当ですか。ほんでなちょっと喋っていい、はい、もちろんもちろん。あもう1時間過ぎたけどまだまだな朝まで長いけどあのね、うん、朝までって言ってるちょっと告知しとったんやけど三つ田の、はい、三つ田のおばあけの三つ田のくせにって始めたやんか。それのね、うん、あのテーマソングを完成しテーマソングが完成しました。おおよありがとうございます。もうね実はねちょっと継ぐけどね、うん、脱菜を継ぐか喋るかどっちかしら。せやねあのいやあのねあれやねちょっと待って脱菜置くわ。 ですか、ね、あのさっきのギリギリの返しギリギリまで作ってくれててんでもうドア玉にもうネタバレしてもうてんけどもうええやんほやほややねん出来たてほやほやのやつをねもう入れてあるから。ほんでねちょっとその呼び込みたいと思います。一応10時に行って言うてあるから今連絡取れるから。せやねん SDK も知っている。ちょっと待ってなみんなさっきちょっとあれしたんやけどちょっとあれしてなこれをちょっと待ってなこれをやな
ね、どうすりゃいいねん。こうしてこうして、あれこれって見えてない、今こうしてなあかんのかな、分からへん、何も見えてない、分からへん、こうして、あこれ大丈夫か、見えてないか、でこうしてこうしてっていうのはね口癖やねん最近。最近とか昔からだと思うんですよ。ほんまかいな、結構俺、はい、聞いてます。あそうな、知らん、言うてえな言うてえな、ちょっと待ってや、これで今何も見てない画面上、大丈夫、なんか何も見えてない、何も見えてない、プライベートなところ今開いてるからね、あんまりそれ、うん、こうしてこうでしょ、プライベートなところ、社会の窓かな、なんでやな、なんでやな、プライベートの窓イコール社会の窓って古いなその考えも。これ今送ったからね、新鮮でしょ、新鮮やね、うん、やっぱりそういうのをやっぱりもう年代でいこう、ちょっと完売したいね、そのでそのねテーマソングを作ってくれてん、はい、もうこれを今から流すから、うん、ほんでそのその方とね一緒にそれを聞いて、うん、ちょっと発表しつつ披露しつつどんなあれやったんか聞きたいね。いいですね、僕もいいんですか、一緒に一緒に聞いてくれる、ごめんな、いや、もちろんです、ありがとう、あれ今ちょっと招待してるから分かってるかな、大丈夫かな、ちょっとこっちでも見るけども、でやろうか、行ったか、あ既読になってますんでね、分かるかな、聞いてくれてるかな、聞いてくれてるかな全く聞いてなかった興味、あ来ました、今日これでこれで多分入ってくるはずや、これ初めての試み、生ライブで入ってきた、うん、あこれちょっと待って、ちょっと待って、入ってきたか、入ってきた、入ってきた、あ横になってるで、横になってるで、ちょっと待って、一回これで一回、この子や、これがやりたかったん、この子です、喋れ、聞こえる、コミニウムやん、コミニウムです、コミニウムちゃんやん、えちょっと待って、あのさ横になってるで、横、自分横になってんで、コミニウム、カメラをあのピッて、カメラを横あれせなあかんで、画面設定、千秋ちゃん、千秋ちゃんって呼んでるけど、横に、あ危ない、なんか言うてる、あえ何や、なんで縦になってんねや、あそうだね、それでいこうか、あれなんか変わったな雰囲気、髪の毛の色が変わった、あれ髪の色なんかおかしいな、なんで縦なんやろな、あ分かった、あれちゃう、あれしてんちゃうあれしか言って、あのこの横のさ、なんかこのぐるって回るか固定するみたいなやつ、あれしてんちゃう、せやろ、なってない、あれ固定、なんか変です、画面をなんかな、変、見えてる、まあまあでも見えてるよ、見えてるからええんか、見えてます、千秋ちゃんでございます、いやありがとう、ごめんやで、いろいろ世話になったわ、春海殿、春海殿、春海殿、ありがとう、ね、ありがとうやで、無理言うて、ほんまに、いえいえ、ありがとうございます、かっこええの、何を言うてんねん、かっこええの作ってくれたんや、篠田君、ちょっと三沢さん、えありがとうございます、本格的なところに声かけましたね、やばいやろいや全然これね、聞いてほしい、これちょっと今から披露させてもらうから、うん、あれしてコメント欄もすごいですよ、 YouTube ですけど出てる、春海殿がね、かわいいって、春海殿がこうやって大人になったんですよ、ねえ、ぐんぐん大人になるわ、春海殿も千秋ちゃんもね、10周年の時やね、あれね、そうですね、ニコニコ動画でね、そうですね、篠田君より全然早いね、俺らの関係はね、関係はね、早かったです、うん、後から入ってきたね、そういう言い方、こいつ後から入ってきたけどね、うん、後とか先とか関係ないじゃないですか、よくこの3人いるじゃないですか、あそう仲良くしていこうよ、見てくれてる人たちも見慣れてきてますよ、この3人はスペシャルゲストですよ、言うて毎回トリオだと思ってやってるよね、こういうのなんかね、だっていやそれこそほらその時あれですけど、うん、15周年のねイベントこの3人でやらせてもらったじゃない、 SDK ちょっとストップして、ストップ乾杯しよう、あ乾杯しよう、飲まれへんから、俺が出したよ、飲まれへんから、そうかそうか、千秋ちゃんありがとう、おぎに乾杯、ありがとうございます、あ千秋ちゃん、じゃあ乾杯、乾杯めちゃくちゃやろ、これ見て何がおもろいねこれ見てる人、ごめんなさいね、もういやいや、こういうなんかこう家の雰囲気がいいんじゃないですか、ええの、千秋ちゃん、うん、おごめん止めた、ご
何の話しあで15周年の時にあそう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 その3人でやったじゃないですか、うん、あと江戸さんもいたけどねそうそうついでにその後にあの打ち上げでね私写真撮ったりとかした時に、うん、ありましたねちょっと曲やろうって言ってさちょっと撮ってあげたじゃん3人みたいにあれの完成形が三沢さんの曲を作るっていう風になってったんじゃないあれ何やったっけなんかチームの名前作ってバンド名作ったやんなウリエンウリエンウリエンボーイウリエンボーイだったっけウリエンバンドじゃウリエンボーイズかなんかやったよねあれねあげたよねあげましたねすんませんでもこれであれですよねあれチャキちゃんも YouTube やってるよね持ってるよね一部持ってます。おいおいおい。今日さっき発表したんです。ちょっと千秋ちゃん言うてくれよ。あ、そんなんすぐチャンネル登録するやんかいな。あ、最近なん。あ、いやすごい前からもう。逆してないんですか、水田さん。え、何がいいな。俺すごい前からチェックしてフォローチャンネル登録してますよ。登録してんのか。お、してんのか。もちろんもちろん。してんのか。うん。もちろん PV めっちゃ見てるからね。PV 見てる。かっこええやつ。うんいやだからほら3人とも YouTube 始めたんでほんまや逆にコラボ動画でウリエンボーイズできますよやろうと思いますほんまにいけるんじゃん確かに俺最近だからこうやってつないでここでだって歌詞とか考えていけばいいんでしょ今日はじゃああの1サビ前まで考えますって言ってね場所っつって俺ウクレレやるから篠田君歌歌ってあ、ってな、うん、これをね送ってあのまずなこの曲ができる流れだけ言うとくわまずはなこの曲がな、うん、できるまでの話するわ、うん、俺がいやあなた以外できないあそうその話あのじゃあちょっと曲作ってほしいねんつって、ほんで、まあ、俺こんなことしてんねんけども言うて、うん、あ何でも言ってくださいよって言うてくれてなほんで俺が一回この俺水田のくせにのテーマっていうの自分でありますねっていうのをこう送ったんや千秋ちゃんにこれ俺こんなんちょっと作ってんねん言うて、うん、でももうドヤ顔ですよ LINE やけど文字やけどね、はい、ドヤ顔で送ってこんなん作ってんねんってほんならあじゃあこのコードでいけばいいですかっつって帰ってきてあうん、うん、そうこれベースで作ってちょうだい言うて、うんうん、あ分かりましたってやってくれはってんほんでクソみたいな曲ですけど頑張りますシャッスよおのれはシャッスよ言うてへんなほんで言わない言ってないですね。ほんで今日の要はあのオープニング前に流してたやつがまず、はい、千秋ちゃん作ってくれたあのちょっともう南国の、まあ、ウクレレのねもう明るい気持ちに、うん、明るい気持ちのやつで皆さんお迎えしよう、はい、会場しようっていう風にちょっと思って会場させてもってで、うん、三つ矢のくせにで最初始めてんねんけどそれ終わった後に、ね、音楽こうやって後ろに今ちょっとこれはフリー素材やねんこれ今流れてるやつフリー素材ってちょっとフリー素材ってなるやんいや悪くないんでねこれ作った人に文句は一切ないねんけども、はい、でもフリー素材よりもやっぱオリジナル欲しいわ思って、うんね、水田のくせにっていうテーマやから水田のくせにテーマソングあんの書いて言いたいから自分に突っ込みたいから、うん、で持ち上げちゃんに言うてお前ちょっともうこんなんあれしてほんなんもうかっこいいのはいいですか親しみやすいのはいいですかとかもうリアルな話ねこうやってしてくれて作ってくれました流すわ一回千秋ちゃんありがとう流すね今、はい、一回長音楽ミュージックタイムやからみんなあのトイレ行きたい人はなんでやな聞けよお前ちゃんとトイレトルラジオ聞いてくれ全部ね口がだんだん、ね、悪くなっていくけどちょっと待ってこれ流し方もあんねんで篠田君これをね流すにはね何も分かんないですこれやなちょっとボリュームアップしようかなこれやな行くでよーいちょっと音量上げようせっかくやし、うん、あこれは上がらんね一回切るわ切れた音楽切れたよし行くで発表しますチャキちゃんが作ってくれた三田のぼあきの三田のくせにのテーマソング、来週からはこれでスタートしますお願いしますよーいドンは
小さくないですか。うっせやん。うっせやん。うっせやろ。ただ軽快に踊る三田さんだけが見てる。三田さんだけが踊ってる、ね、どう上げた今。途切れ途切れになってます、ね、ちょっと待って今一回切るわ、ね、え嘘やろいやあれ何言うてんのちょっと待って今から発表します今日2回目ですよこれえなんでちょっと待ってなんで音がちっちゃいねんもう一回いくかこれから発表します水田信明の水田のくせにのテーマソングいきますえほんまにちょっとちっちゃかったもしかいや YouTube とかショールームはもしかしたらちゃんと聞こえてたのかもしれないですね。僕らは3人がだいぶ大きくしてあげてるからかもわかんないですね。ほんまか？これは、うん、ちょっとコメントも見とこう。コメント来てますよ。かっこいい、おしゃれとか。行くで。もう一回行くで。ちょっとみんな静かに行くで。静かちゃうわ。うん、行くで。水田のいや行くわ。水田の巻の水田のくせにー。そうだよね、うん、いやこっちでいい、あれ嘘これでいけるやろ俺が喋ったらいけんねんな、ボケが進む曲だな。はいはいはい。どう？音ちょっとどう？今音音どう？どう？今喋ってよ。聞こえた？チェックしました。いけた？はい。ちょっと素敵な曲すぎてめっムーディーにしちゃいました。めっちゃほんまやな。ちゃうね。俺もな。素敵な曲すぎて。千秋ちゃんにそう聞かれたんやん。そのなんかその俺のキャラもあるし、あれどないしますと、その、うん、あっちに行きますこっちに行きますって聞かれて。なあっちに行きますこっちに行きます、うん、そうそうそう、もうチャギちゃん分かってる、ね、水田さんのやっぱトークをこうイメージしながら作ってると、うん、いやどっちに行けばいいんだってこう迷った迷った道迷った今こういう俺と一緒やなパターンと道迷っただんじりみたいななんか夏祭りだんじりってなんでだんじりどんどこどんどこみたいな分かる分かる分かるちょっと音を下げるこれをバックに今日はもう最後まで行くからねこれ朝まで、うん、そう本当にすいませんギリギリ多分始まる30分前ぐらいにとんでもないありがとう。いやもう納得いくもんやっぱりな、ミュージやっぱ 音作ってる人ってそうやんか、やっぱりそんなもうこれでええかってね思え多分無理やから、そんなもんもう俺的にはな、やばい俺どうしようごめん、いつセッティングとか無理やとか思いながらせかしてもうてんけど、ガメガメそんな全然ありがとうございます。ほんまに千秋ちゃん、ちなみにこの曲ははい、どれぐらいで作ったの、うん、でもに最初にそのウクレレのコードをもらって1曲作って、はい、そうちょっとそれとは違うのも作ろうってなって、あれもう1週間前ぐらいでしたっけ。そうやね、むちゃくちゃやね、むちゃぶり好きやね俺。全然、うん、あじゃあ2パターンぐらい作ったん。そう2パターン作ってくれて結局。あすごい、
ありがたいわ、ほんまに。ちょっとなんか後ろスピーカー、それ映ってんの？これマイク。え、それマイクなの？あ、なるほどね。あ、そうそう、これマイクなんですよ。マイクが反響しないように。ちょっと、ごめん、千秋ちゃんごめんね、ちょっと一回。お、ね、そうそう、マイクなんですよって、なんやね、今の。偉そうな、その上から。そうそう、今のマイクなんですよ。一応、え、なんだ今。グループで CD 出したことあったんで。すみません。え、グループ名何だっけ、グループ名。ジャック・ジャックです。知らんわ。あの、各界を揺るがした。揺るがしたことないわ。各界と世の中を各界各界って何だよ、はい、各界トトン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 、あ、こっちのやつな、ほんまの各界かよ、八角親方のやつね、はい、うん、ごめん千秋ちゃん、はい、ほん それね、そこスタジオなの、やっぱりってスタジオ、いや全然自分の部屋なんですけど、うん、なんか後ろもめちゃくちゃ綺麗じゃん、おしゃれやわ、光ってるね、なんなんそれ、ホタル飛んでんの今いやいや水田さん、やっぱりダウジョなんで、えダウジョっていうのはやっぱああいうね、ダウジョ光の中で光るのが好きなんですよね。あ、そうだよね。そうなんや。おしゃれとんな。テンション上げてこれで。ほんまやな。これ携帯でやってる。バレンタインの時にツイートで上げてたあのやつめっちゃおしゃれだったもんね。バレンタイン。あ、ありがとうございます。ビリー・アイリッシュのバッドガイと、うん、僕らバレンタインキッスを。そうだよね。バレンタインでキッスや。そうです、それそうです。な。うん、ありがとうございます。嬉しい。いや最高やで、最高やで。でみんな二人とも黒やな、うん、今日。下だな。だ。間違った。いやでも水田さん、うん、素敵な曲出来上がりましたね。これね、最高でしょ、うん、やっぱり。うん、このジャギちゃんのこれでもう天下取るわ。すごい。うん、お願いします、うん、俺はもうこれで天下取るって決めたわ。天下取るってことは多分それに歌詞つけて自分で歌うってことですよね。かっこいい。今の状態で天下取るのはこれコミニウムちゃんだけですから、曲作ってる。なるほどね。その曲を使ってるだけの人です。ちょ、これめっちゃかっこええなこの曲。なんなん、え、ちょっとイメージ聞きたいわ。どういう、なんか三田の場合、あ、三田さんって優しいな、ほんといつもなんかこう会うと気にかけてくれたり、なんか優しさの塊だなみたいな、こうあんのかなってよね。うん。チャギちゃん、チャギちゃん聞こえてる？もしもし。なんかこうどういうイメージ？電波悪いのかい。Wi-Fi を教えるわ。今度 Wi-Fi 教えるわ。いろいろな。無線より有線の方がいいらしいで。うん。無線よりも。すごいこれおしゃれな、これ SDK よ、どや、はい、どや買ったやろ、どや、いや師匠、それはかなわないな師匠。だし おしゃべりをしてる間にずっと裏でこう流しておく BGM としても最高じゃないですか。そやねんね、だからずっと喋ってやる。なんかな、俺ちょっと思ったのはやっぱ、あの俺らやっぱり昭和の人やんか、はい、昭和の、間違いなく令和の人じゃないやん。なんかちょっと昭和感、家の目の前の電柱木でしたからいやそんなんええねん、そんな話ええねん、長なるから。そっから昭和の人のちょっとその懐かしさもあったりとかさ、うん、するやんな。なるほどなるほど、うん、ちょっと渋い感じは意識して残ってる、わかる、作りましたね。ええなあ。普段こうあんまりそう BGM を作ることが少ない、歌やっぱ歌物が多いから、あ、ほうかほうか、すごい楽しかったです。だからどうしようかなと思って、 BGM だから、うん、あんまりうるさくなくってこうおしゃれに聴ける感じと思って作り始めて、うん、とで三田さんのこの喋り声とかを意識しながら、ハスキーな、ハスキーボイスね、かっこいい方に振り切ってって言ってもらってからはちょっとそんなん言ったんですか恥ずかしい、今の発言恥ずかしい。じゃあ、ほんまに全部本当のこと言うけど、うん、だから、チャギちゃんからね、今日やで、あれ、な、かっこいい方に振り切りますか、それとも、まあ、お茶目なというか、そのポップな方に行きますか、はいはいはい、愉快な方に行きますかって質問が来たの。うん、めっちゃ悩んで、めっちゃむずい質問やなって返してんけど、LINE、うん、でな、ほんまにな。めっちゃむずい質問や。俺はほんま愉快な方行きたい人間やけど、これで愉快言ったらなんかちょっとあれやな。三田のくせにやし、俺まあ最初俺三田のくせに始めた時でジャズ流しとったから、はいはいはい、クソみたいなあれでね、ジャズ流してたからやっぱりちょっとふざけのふざけ、裏の裏で
かっこええ方行ったらおもろいなと思って、ねえジャキちゃんにちょっとかっこええ方行ってくださいって言うて、ほんでこれや、これ本当にその言い方あったかな、今の千秋さんの感じだとかっこいい方を振り切ってっていうテンションの感じでしたけどね。そうやった、ほんま、ね、ちょっとごめん千秋ちゃん、ちょっと喋りすぎた俺。いやかっこいいかっこいい、めっちゃええやろ。千秋ちゃん今日あれなんだよ、何の日か知ってる？水田さんの解禁ですよね。そう、1ヶ月お酒をね、もう1日も開けたことなかった、二十歳過ぎて大人って、はい、その方が1ヶ月開けて、そう、もうすごいことなんですよ。なんで始めたかっていうとね、健康診断毎年行ってんねんけどね、日本酒飲んだら急に酔ったな、鼻ピョン出た。最近そうなのよ、この間まだねコロナになる前ですけど、コロナになる前マハラと3人で飲んだ時も打ち合わせてたらね、もうね日本酒飲んだら瞬間からコテンって急に酔っちゃう。祭りやね、獺祭祭りや、まあまあ獺祭祭りって祭り祭りやけど、おお、水田さんのあのテーブルの上に前にいっぱい日本酒の殻があるからね。もう一個ごめん、サランラップ、ホタルイカ、ホタルイカ、あ、ホタルイカ、うん、美味しそう、ホタルイカ、酢味噌忘れたわ。開いたね、やつを店員さんが来たから、これ下げますねって言って俺取ったで、またそうしたら、うん、ちょ、なんで今来たやつよって言ってて、え、何の話、入った飲んだこと忘れちゃってんの、もう目の前の日本酒をそう今の今まで飲んでて置いた瞬間に店員さん来たから、あ、これもお願いしますって言ったら、いや、なんで今来たやつよって俺が言うたの、そう言う、あれだから、あれはもう内臓が泣いてたのかもしれない、覚えてない、内臓が泣いてたのかもしれないですね、そう考えたら。これ今もう解禁して大丈夫なんですね。もう解禁してん でな、昨日一昨日かな、病院にね行ってきてん、今千秋ちゃんに話してるからね病院で来て結果を聞こうと思って、あ、ちゃうちゃう、言ってないわ、結果はまだ聞いてないねんけど、明日聞きに行くねん。あ、明日わかるんですね。せやねん、千秋ちゃんともあれやね、サイレンやね、この10周年の俺見たんやけど、千秋ちゃんがなんか嬉しいコメントしてくれてて、あのニコ動でなんか俺が、まあ、こんなん俺酔ってないねん、わしは酔ってないねんわてんのあってやってたんや、10周年の時なんであれ来てへんかったん、 SDK は呼ばれてへんの、ね、地方で仕事だったかなんかなんですよ。そうなん、そっからだから5年空いとるからね、はい、 SDK と会うの聞いたんですけどね、うん、確かにそうそう、ダメだったんですよ時間的に、朝、あ、ドラマ中なんか朝すぐ早いとなんか夜中でしたもんね、あの子ね。俺こんなこともできるでっていうのをちょっと見せていい？ぜひぜひ。こんなこともできるでっていうのを見せるわ。どう？すごい。あれ？何それ？ちょっと。顔だけ残してあと消すってあるんですか？何で使うんですか？これでどうや？あ、なるほど。トイレか。トイレか。いやいや、あの番組の主がいなくなってゲスト2人残すってあるんだ。置き去りになっちゃう。もうあれだね千秋ちゃん、大変な時期だね、やっぱコロナで音楽活動も大変でしょ。本当ですね、ライブはやっぱできないので。どうしてんの普段今は。でも本当にこもってます、毎日。オンラインのイベントとかなんかこうライブやったりするの。でも本当はなんかスタジオから配信とかしようかなと思ったけど、今スタジオ行くのもちょっとね。そうだね、外出ること自体がね、ちょっと諦めたりしていて、あ、だから友達のアーティストとカバー曲でコラボとかして、うんうん、多分この後かな、今日アップするんですけど。あら、ちょうど僕のじゃあアップと同じくらいかな。僕もこの後10日から1本目の告知をね、告知動画を編集したやつアップするんですよ。アップ祭り、YouTube、そうだから、そういうコラボのやったりとか、あとまあ曲を作るのは普段から、うん、こもってやるんで、うん、そこはあんまり支障なくというか、まあ粛々と続けるって感じですかね。家からの配信とか、それこそ YouTube のなんか生配信とかしないの？
あ、でもインスタライブとかはちょこちょこ何回かやったりしました。なるほどね。そうやっぱね、俺もショールーム、水田さんもそうだけどショールームやってるんだけど、そうですよね、やっぱアーカイブに残らないことが残らないのね、ショールーム。ああ、そうですよね。だショールームすごい楽しいんだけど、みんなでこう距離近いし、でもね、やっぱりこう伝えたいこととかさ、まあ、メッセージのこととか、うん、なんかあるじゃん。そうですね。でそれをそうそう、なんか2回言うのもあれだし、でもやっぱりね、後から来た方はそれ聞こえてないからさ、確かにあの話どうなんですかとか、ね、何の話してんですかってなっちゃうことが多いから、うん、やっぱアーカイブ残したいなっていうのは、うん、あるなっていうのもあって、うん、YouTube 始めたのもあったんだよね。ああ、そうなんですね。そう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 。YouTube ライブしたことないんですよね。あ、そうなんだ。確かにアーカイブが残せるのか。そうなんだ。だから生ライブできるのか。やろうと思えばすぐ。なるほど。てね、そうそうそう。確かに。そういうのに。ね、なんかどっかでコラボしましょうよ。ね、YouTube 同士でもコラボできるんですか。もちろんもちろん。開けてきた。声が声が声が入ってないです。あ、これをね、分かれへんねん、これ一回一回これほんでね、こういうこともできるんやでっていうのを自慢したかってん。いやすごい。SDK に。すごいやろ。機材もめちゃめちゃ揃えてますので。ちょっとすごい本当に。すごいやろ。あのおじさんお金使いすぎちゃったの。僕も人のこと言えないけど。な。なんか最初にだって曲をその作ってみたいなのもらっお話もらった時も、うん、明日マイクが届くから撮ってみるからみたいな感じで。なんでなんでなんで。え、明日マイクが届くからみたいな言ってましたね。そうそうそう。むちゃくちゃやなほんまに。ごめんな。ちゃいちゃいの公開謝罪するわ。ごめんなさい。すいませんでした。申し訳ございませんでした。そんないろんな努力苦労があってこのいい曲素敵な曲できましたからね。せやねん、これはもう続けるしかないなと思ったよね。ねえ、ホタルイカ食べてます、はい、おっさんが。俺もなんか買ってくればよかったな。食べてないの。食べてないんですよ。ちゃいちゃん何飲んでなかったんです。何飲んでんの。ちゃいちゃんはレモンサワーを。陶器で、陶器の。そうそう、俺もレモンサワーと。レモンサワーと今度俺が一瞬抜けますね。オッケー、ティータイムね、ティータイム。あのお酒取りに行くタイム、もろもろです。オッケー、千秋ちゃん、ほんまにお気にね。コミニウム、ちょっと告知ないの、ね、そどうしてんの、ライブとかもできへんやん、ほんまに。そう、今、あの篠田さんとお話ししたんですけど、うんうん、ライブができなくて、うん、だから制作企画って感じで曲作ってるんですけど、今日この後かな、うん、あの友達のアーティストとカバー曲でコラボをして、うん、その動画をアップします。へ、音でやっぱり提供したりしてんの今。そうですね、提供用の曲も作ったり、うん、自分の曲を作りためたりって感じです。作る時はどういう、ほんまにさっきのはね笑いやけど、どういう時にこう出てくるわけ。こうやりながらとか、どっかこう見ながらとかなの、景色見ながらとかなの。見ながら、あ、歩いてる時とかもあるし、うん、あ、だから駅のホームとかで人にバレないようにあのボイスメモとかね。あの時さ、俊海さんやってる時さ、そんなことはあったの、はい、その後。俊海さんやってる時はないんですね。でそれは親がやれって言ってやってきたの、あの時は。いや、多分多分自分でやりたかった。幼稚園の時に安室ちゃんになりたくって。安室ちゃんになりたかった。なるほど。安室ちゃんになりたいって言って多分事務所に応募してもらって入って、この頃は楽しいと思ってやってた。出身どこやったっけ。東京です。あ、東京なんや。兄弟は。兄弟、お姉ちゃんとお兄ちゃんがいて末っ子です。別に芸能関係じゃなくて。そうですね。で、いつ始めたその音楽のやつ。音楽は多分あ、でもどう、でもその俊海さんやった直後ぐらいから、うん、なんかミュージカルとか出てたんですよ。あ、そうなんや。で、あと事務所のちょっとダンスボーカルチームみたいなのに入ってライブしたりは、うん、この頃もやってたんですけど、あとライブハウス。ほんなら自分で作るようになったのに多分高校生になってる。え、バンドみたいなんではなくほんま一人なんや。そうですね。うーん、バンドはそうほぼやったことなくて。うーん、ライブハウスとかでやってんの。そうですね、ライブハウスで最初歌って踊ってってやってたんですけど。踊ってもやってた。
最近踊ってない最近はね、落ち着いたらライブ見に来てください。いや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 、でもな、今ほんまだから先の話やけど、ライブがなできへん世の中やから、予定が全然、ね、でもなくなっちゃって、それこそほんまにこうやって配信をさ、うん、こうやっていかんとあかん時代やんか今。そうですね、うん、音楽なんかはな、ほんま今、昨日も俺ビーズかあれライブ見たりとか、ミスチルのねその無料配信とかいろいろ今やってはるやんか。やってますやん、ね、なあ、そうやってやっていかなあかん時代になっとるなあ言うてね、ちょ言うてんのかな、うん、でもじゃあじゃあもうそうやっていくんでしょ。そうですね、配信も一時期はやってて、最近ちょっとお休みしてたんですけど、うん、やっぱこうライブができないとね、配信しか届けられないんですからね。ほんまやな。あのジャンルで言うたら何なん、その自分の好きなジャンルというか。じゃあエレクトロ。エレクトロ好きなあれはアーティストというか、まあ知らんか分からへんか俺聞いて、だもうこの人に憧れてみたいなもん。チャーチズっていうバンドがすごい好きで。何チーズ？チャーチズ。チャーチズ知ってるみたいな言い方せんといてくれる。あのチャーチズね。あのチャーチズってなんだよ。じゃあこだわりレモンさん。あ、いいね。あ、私も同じ。レモンとこれ美味しいんですよ。いいね、これめっちゃ美味しいですよね。いいね。あれこのチーズはホストによりってなんか出ましたけど。ちゃうね。あのな、今なズームさんから40分これ無料は40分しかあかんねんけども、なんかあるんですよ。じゃああんねんけど、プレゼントくれた。で俺最高って押した今。なんかそれ超えてもいいですよっていうのが来たから、お達しが来たから。そうなんですね。要はラストオーダー来たけど大丈夫ですって言ってくれたみたいな。もう乾杯しようか、もう一回。なるほど、乾杯しましょう。じゃあ、うん、ラストオーダーを超えたよ。乾杯、ありがとう。禁酒解禁スペシャルなんでごめんなさい、本当に。も配信のね、見てくださってください。みんなも続く限り聞いてください。どうですか、コメントいきましょうか。じゃあコメント見えんの？おかえりなさい。ただいま。ただいまで。おかえりなさい。ちょっと俺どうやって見れたらいいんだろう。もうショールーム俺じゃあ見まーす。はーい。僕じゃあ YouTube。ショールームもね同時配信せねんで。ちゃぎちゃん。すごい。すごいやろ。名前呼んでや。名前呼んでスペシャルや。マソパイセン先生。おぎに、あ、ブーって俺平行いたんちゃうよこれ今ね。アンジーおぎに、ちょっと名前呼ぶわ。水木さん、ジュン、アセロラハン、フォクシーハン、パーマツハン、レイハンね、ユズリンハンね、シノンチュ、コトリハン、スペシャル笑い、ヒロハン、ナナミゴラーね、ゴラータイムです。ジュン、タマゴラー、エミゴ、ミトムンかえ、ヤッサン、ヤッサン、ハンやね。うんやないね、リンカハンね、マイカワハンゴラ、知ってる名前がたくさんありますね。ほんまかいな、センシティブなおもち、うん、おもちハンかい、呼んでるよ、りょう、リコハン、ね、リコハンはね、高校生やねんで、パンハン、うん、パンハン、いますよね、ミツセブン、パンハン、そうそう、ミヤハン、新鮮ハン、新鮮ハン、同世代、おっさん、おっさん言うな、ケイトハン、あ、初見やけ、新鮮さんとはね、原翔って、どういうことや、ほんまかいな、タマハン、全員読んだか、エンミャハン、ゴルラ、全部読んだか、ショールームの、あ、ケイカハン、俺の第一弾のあのウクレレ持ってるケイカハン、ミツセブントップワンね、ケイカハン、な、おぎに、アセロラハン、シノンチュクのマルミハン、ありがとう、おぎに、ミチヨハン、いきなりのゴルラ、言ってます、今言ってます。全部言ってます。はい、ショールーム側こちらからは以上です。じゃあ SDK お願いします。YouTube 側ありますか？ちゃうか？ちゃうか？コメントですか？お願いします。ちょっと読んでもらっていい？俺見られへんね。いや、コメントいっぱい来てますよ。ほんまかいな。ほんまかいな。はい。乾杯って言ってますし。乾杯。名前をぜひお願いします。そうそう、ショールームも同時配信だったんですねっていう。アーカイブで見ます。ぜひ。アーカイブでね、見ます。プルハン、こっち来てます。月のハンもおぎに。この3人が揃ってお話ししてるの見られるなんて本当幸せだなって言ってもらってますよ。大喜利ありがとう。ねえ、ありがとうございます。2回飲んでいただいて。ありがとうございます。巻き舌すごいなってことでありがとうございます。ありがとうございます。ね、SDK の立場ですいません、ありがとうって言ってくれて。ホタルイカ食べよう。ホタルイカを食べるわ。絶対ミサさん酔ってんな、今日。もうベロンベロンじゃない。わかるもんね、だんだん。ちゃぎちゃん、ありがとう。ゆいちゃん。
ありがとう。たまに居酒屋、よく行く居酒屋さんで出会うさ、あの酔っ払いおじさん、最悪、隣の席に行きがちな、うん、目をちょっと合わせたくないやつね。そうそうそう、カウンターで一緒になる方ね。わかるわ、この咀嚼音ね。あ、でも見えるわ今。1時間40分やって、これ誰が見んねん、それぐらい見てくれてるかな。あ、もうこれでいこう、お気に。すみません、こんなあのダラダラトークをずっとし続ける感じでいいんですか。え、どうする、何が、なんかある、告知ある。いや、さっき一応ね、僕もあの、みささんトイレティータイムの時に、あ、うんうん、言うてくれた。僕もみさん、あの、コメヤちゃんもまたね、ちょっと話してたんで。ほんま、はい、話したしました、はい。じゃあ、えっか。YouTube でもまたコラボしましょうっていう話。ほんまやね、なんか、うん、できるといいね。今続々と皆さんチャンネル登録してくれてすごいありがとうございます。うん、あ、ちょっと待って、あの YouTube 俺も1000人目指しててんけど、今 YouTube 登録してない方ぜひ YouTube 登録をお願いいたします。本当に、うん、今日のこの間にやってる配信の間に1000人超えたら達成ということにしたいと思います。あ、うるさいな俺、今日のこの時間に達成ってすごいですね。なんでやな、はい、いやんか、うる、やっぱ言ってた方がいいです。それはありやろ今、はい、ショールームで275までいったから、うん、これ足しても1000人なれへんか。そうか、でも1000人を目指してます。本当にあかんか、1000人と言わずに僕はもう8億人目指したいです。8億目指したいです。8億なの目指してんのは。やっぱり8億って言っとけばどこまで行ってもまあね、目標はね高くないとあかん、やっぱり。ほんま思うわ、1000人って言うとね、1000人行った後どうするんですか。ほんまそうやと思う、1001人目からまた、うん、ほんまそうやと思う。分かるわ、目標ちょっと高い方がええねん実はな。てげててん、すごい気に入ってる。いやこれちょっとね、これそのキャップと、うん、ヘッドホンってないこの曲で完全にもそっち側の人に見えてる。ギャップ、キャップとギャップ、ね、ある雰囲気がね、ほんまないな。ちょっとこれあのちょっとこんな時間やし、もうだいぶ深くなってきたからさ、はいはい、深くないか、何ですか、恋バナ、ちょっとちゃちゃ練習させてくれ、練習させてほしいね、練習をさせてほしい。あのね、水田の武器の水田のくせにでこの曲をかけるっていう練習、わかる、意味わかる、わかります。俺これをかけたいね、タイトルコールで、そういうこっちや、いや分かっとるやん。俺もちょっと待って、一回切るわ。はい、切りました。はい、どうもね、これでな、これ練習せな、ほんまに。篠田君今バカにしてるかもしれんけどな、いやしてます、してんのかい今のはしてませんよやろあ、すいません、うん、今のはしてませんよっていう調子が、つい本音がしてたんかい。でね、これでね、こういくでしょ、これで、はい、ちょっと待って、あれ酔うてんのかな俺、あれこれでね、酔ってますよ。そっか、だって名前のとこも完全に密だ。ちょっと待って、これはあれどうするの、ほんまに酔うてるかもしれへん。なんで切ったんやろ。音楽入るから一回、あ、 OBS やこれやな、俺の中で多分。一回行くでこれを言って、ちょっと待ってな、行くで、これ。三田のばきの三田のえ今エコかけるからちょっと待ってよ、今エコかけるとこやから、エコすぐ忘れる。じゃあ三田信明のはかけへんの、俺よ、そういうこだわりがあるんですね。そうこだわりあんの、あ、聞いてちゃんと、うるさいわ。三田信明のでエコかかって、三田のは臭いにおいはやんかが、ちゃんとしてそれは。びっくりするわ俺、酔うてないわ俺、ちゃんと行くで。これが音楽はどれや、ちょっと2人ともちょっと一回 C なこれやな、行くで、よし、緊張してきた。水田のバキの水田のくせにー、
はい、ということですね、始まりましたけども、ちょっと待って、ちょっと待って、エコー、ちょっと待って、気分良くなっちゃって、気分良くなっちゃって、この野郎、僕もエコーかけちゃいました。おい、持ってくな、お前は、お前はすぐ持っていこうとする。ちょっと待って、いやいや、ね、今それを切るのに何、お仕事じゃないよ。バカ野郎。すごいラジオみたいだった。ほんまに？いいやろ、ね、かっこよかった。せやねん。せやねん。素敵ですよ、やっぱり曲。曲最高でしょ。うん。曲最高でしょ。いいです、いいです。ちゃぎちゃん、お気に入り、ありがとうね。こちらこそありがとうございます。これは、ちょっと待って、どうしたらええ、もう一回これ戻るにはどうしたらええやろ。あ、コメントは。一応ね、一回流すごとに1000円、ね。あれだ、いた。橋が落ちた。橋が入るようなシステム。お箸が落ちました。お箸が落ちました。その情報いらないです。今日本で一番いらない情報。お箸が落ちたかと。パンって。どうでもいい。すみません、ちょっと拾います。誰か食べない。あー、もうバタ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 して BGM もなくなっちゃって居酒屋ですね。どうも。そうだね。あ、来た来た来た。めっちゃ乗ってる。首で乗ってるな。乗りながら食べてる。うまいね。大丈夫か、みんな。今何人いたはんねやろ。ほんまちょっとなんか気になるな。次のだからちょっとジャギちゃん、あれ告知ないか言うてや。ドライブがなくなっちゃってできないんで。うん、どうすんねや。でも動画とかをちょこちょこ上げていこうと思って、今日もこの後 第1弾というか、カバード上げます。なのでツイッターとか、okay. インスタとか、もしまだフォローしてない方いたらぜひしますフォローお願いします。します。してないすぐします。逆に何がいいな。そんなことやめよう。今今日は何ですか。今日はそういうのやめよう。はい、なんでじゃあでも俺は千秋ちゃんにちょっと作ってほしかって、なんかキューンって来てん、キューンって降りてきたんです。そう、誰、あれもうなんか次のステップ行きたかったやん。行きたくなるやん、SDK 次のステップにみたいな。いやいやいや、もう分かりますよ。分かる、あれ、うん、今俺これクリアした、次クリアしたい。で、BGM で、SDK のことももちろん俺意識もしてるし、あ、SDK、あのコッペパンラララコッペパンラララコッペパンや。だからあれ僕が作った曲じゃないですか。いやでもでも、はい、印象づくやん。でもやっぱり、はいはいはい、コッペパンといえば SDK とかって思う俺の中の、その中でそのロックとかいろいろちょっと音楽をフリー素材の中で変えてるけど、うん、あれちょっと待てよ、ちょっと待てよやな。ほんで、あ、出た、もう出たね、俺の近所の酔っ払い、うん、ダッサイダッサイねえ、その名の通りダッサイ話してます。ダッサイいいな、うん、あれします。このサイズのダッサイすごいよね。ほんでね、ちょっと待って、音楽ちゃんちゃん、ちやき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 ちゃんやって思って、解明したよ、ちやきちゃん。解明したよ、コミニウム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 じゃないっす。コミニウムじゃない。ちゃんと言うとったらいいよ、ちやきちゃん。コミナミ。あれでコミナミで見たっけ？コミナミです。コミナミ。あ、そっかそっか、ごめんなさい。あれおしゃれすぎてコミニウムになっちゃった。名前の変遷の理由、あれなんなん？何があったん？あ、でも去年ちょっと事務所を離れたりとかしたことがあったりして、言ってたね。そう、やっぱりその本名でずっと子役時代からやってきたりもしたんで、うん、ちょっと アーティストとしてもう一回なんか仕切り直したいなみたいな気持ちで、でも全く違う名前になっちゃうのは自分じゃなくなっちゃう気がして、うん、小南のままでそのアルファベット表記で、あれでもアルファベット表記ちゃうやん、コミニウムやん。でもあれがダウ女感なんですよ結局ね。え、もう一回ちょっと待って、ダウ女感、あの感じがダウ女感。ちょっとなんか偉そうに言うてるけど、なんなんダウ女感。ただ言うてる自分が好きなだけやんか。芸名したっていうね、芸名変えたって名前話してますけど、今この画像の
ちゃんの下のところに出てるのはちゃんと小南秀明って出ちゃった。そこ小南ムだろう、やっぱり。これどこで買え、どこで入れたの？ あのね、右上のね、右上のとこ、自分の右上行ってみ。ほんなら点点点が3つあるやろ。そこ押してみ。俺教えてるから、今俺おっさん教えてるからね。右上の3つの点教えて、3つだ、3つ点。それ押した、押したら名前の変更って出てるから。ないの？そう、名前の変更ってあるから。お水も飲んでって言われてますよ。水はね、用意してね、チェイサー。これ、これチェイサー。俺酔ってないようだ。そうよ、ハートになるし。iPhone でやっちゃってるからかな。あー、連動しちゃってるのかな。多分。あー、ほうか。あ、そっか、iPhone だからできないのか。パソコンからだったら変えれるけど。あかんのか。禁酒解禁スペシャル、スペシャルやからね、今日は。言うてますけど。え、どうした、いけた、いけたんか。いけた。よっしゃ。ほんなら、あ、名前変えてみ。今、小南千明になってるよ。小南、これ本名なの、これ。本名です。どこの、あ、そうそうそう。あ、いえやんか。いけてるやんか。いきました。これ、これでも南の人のやろ、絶対に、名字は。小南。いや、石川県です、結構北やないかい。いや、両親のまた、ね、あれ行くとやっぱり多分南やと思うね、それは。なのかな。でも沖縄っぽい顔だねとかは言われる。あ、確かに濃い濃い。あ、はっきりしてるもんね、顔ね。 SDK も濃い濃いよ。誰ですか、俺ですか。うん、濃いよ。いや、薄顔でしょ、完全に塩顔でしょ。塩顔って今言うんかな。もう言わないですか、そういう。言わんよ、今。言わないんだ。ああ、時代乗っていかなあかんで、時代に。言っても、だって千秋ちゃんまだ20代ですからね。うせや、千秋ちゃん成長しても17年経ってもまだ20代なんですよ。すごいですよね。え、いや、ええほんまに。え、26歳、5歳、28ですね。8か。あん時何してたん。あん時、はい、子供でした。ちっちゃい子供。あん時小学生ですね。ねえ、そういう、あ、俺な、ちょっと聞きたいわ。ちょっとリアルに聞いていい？ちゃんとアーカイブ残って、はい、アーカイブっていう言葉も俺サイレンで覚えてんけど、ほんまに。確かに、サイレンっぽいです。せやんな、アーカイブってサイレンで覚えてん、これ。アーカイブってなんやねんみたいな、うん、思って、まあ、ちょっとそれちょっと置いといて、あの、何の話、何を聞こうと思ってたかな。何を聞こうと思ったよ。ほんまに忘れた。クラスターって言葉もサイレンと思いました。違うわ。クラスターって言葉、はい、サイレンクラスターって覚えて。だから今ね、こうコロナの騒ぎでクラスターがって言ってるけど、いや、あ、なるほどね、それねってすぐ分かりましたね。思いました、私も。俺も思いました。いや、今思ってたって感じ。あ、ほんまや。そうなんですよ、あのクラスターです。すげえな。うん、さっき何音してたんだかな。気になる、何だったんだろう。いや、俺ちゃいないなのに。あ、何やったの。あ、いた。ちゃうね、あの時小学生、子供の頃に、あ、そうですね、と思う。多分子供の頃に経験してることってあんまり俺覚えてへんねんけど、そのちゃいさんがその、うん、あの時何歳やったん、当時は。もう一回言うて。10歳の記憶、例えば10歳としよう。ほな、ある？ SDK よ、10歳の記憶ある？何にもないです。俺全然ない。全然高校ぐらいまでの記憶どんどんなくなってます。へえ、それ容量オーバーしてるんですよね。セルフ入れたりとかしてるから、常に。それはだって子役でやってるからでしょ、千秋ちゃんが。でも私、これあんまり信じてもらえないんですけど、うんうん、おむつ変えられてる記憶とかあるんですよ。うん、それは嘘だよ。本当に全体的に。たまにお腹の中にいた時の記憶ありますっていう子いるじゃん。あ、変えられてない。これはさすがにない。そこまではないんだ。そうそうそう、あの、ゴロンってなってて、お母さんにお尻拭かれてる記憶が。おむつ10歳ぐらいまで履いてたんじゃない。履いてない。そういうイメージがあって。履いてないです。ほんまかいな。そっか。ハイハイしてる時のなんか視界の、うん、ほんまに思い出が残ってる。すごいな。いや、それはすごいな。それはすごいで。全部じゃないけど断片的に
からサイレンの時も全部覚えてないけど、うん、結構あサイレンの時も覚えてんの？覚えてます。俺でさえ覚えてないよ言うとけ俺でさえ覚えてないよ10だからあれがあれがなちゃうね17年前でしょ発表されたのが。そうです、そうです。でも発表だから撮ったのは撮影したのは19年前でしょ。19年前でやな。せやな。じゃあいくつ誰や俺か自分で数えろ。僕19ですね。だから19か19、はい、何年前が19年前が19年前今年39なんで。あそうなんや。今まだ38。俺は誰や19年前ってことは今俺46やから27やと思う。76え27やと思う。え、分かれへんわ。27?7? エミが一番古い記憶保育園やねん。コメントがいろいろ来てるね。ちゃんとせなあかんな、うん、ちゃんとせなあかんわ。でもね今日は俺ちゃんとできへん自信があるんですいません。あ SDK とコミニウムちゃうわ。コミナミ、はい、コミナミちゃうじゃん。あの結構これ怒ってんすよ。このへちゃん意外と怒るんだ。せやろせやろやないねん。ちゃうじゃん。いやでも素直に読めなかったからそれをそのままつぶやいたんです。そうですよね。でもちゃうじゃんにもあれやで。そのコミナミとは無理や。読まれへんで誰も。そうでしょ。パッと読んだらでしょ。読めます。あそうそう。コミナミやろ。あれコミナミ。コミナミチヤキや。ごめんな。でも僕らが呼ぶのはいいの。チヤキちゃんって呼んでいいのこれ。俺チヤキちゃんとしか呼んでないもんだってずっと。で撮影の当時も知らんし、ほんまに会ったこともないし、うん、10周年の時にあの時に会ったぐらいやから。そうですよ。会ってもだから俺あれちょっとあれ吹いてもうたけど、あの当時のあの子がって俺言うてんやけど知らないけど実はね。なんで嘘ついたんだ。ごめんちょっとなんかそんなところなんかみんなが言ってくれるから。そうそう。なるほど、ね、なんかしょうもない嘘ついてもうたけど、あん時会ってないもんね絶対に。そうですよね。な初めましてです。あん時初めましてやねん。でも多分うん、じゃあそうなんか俺の中ではそのちっちゃい子ってのはもちろん分かってるから、あの絵はね、うん、であこの子が大人になった、女子から女性になったってあるやん、男からしたらな。ありますよ、うん、女性になったっていうのを見て発言しただけです。すいません申し訳ございません。そんな、ゲーム見ててもね、あのちっちゃい子がこんだけ大人になってるって思うだけですごいですからね。そんなね、ちあぎちゃんに今 BGM を作っていただいてるというこの何やろ、ね、ボキャブラリーがないわ。えなんて不思議やね。ご縁が、ご縁です、ね、ご縁でいこう。酢味噌でいくわ。ちなみにちあぎちゃん、俺に BGM 作るんだったらどういう雰囲気の曲ですか。俺通せ俺を通せよ。今もこの人は関係ない。ああそうか。でもなんかロックな感じがいいかな。おーロックな感じ。あの SDK の最後のこの無双状態のあれのイメージが強いんで、うん、ああいうなんかちょっとジャガジャガ無敵な感じの。なるほどね。曲とかあるんじゃないかな。あの方おとなしでなんかロックを表現してくださってる。ウクレレライブしてる。ロックってかもういやもうヘビメタ。あロックなんだ、うん、いやいいんじゃない。これちゃんとあれしそれ広げていこうよ。すごいね。SDK のなんてもう一回言うて。あれは何ですか。イメージ聞いてなかったんかい。言うたの。これを聞こうと思う人がいるのかな。 いるでしょう。いるの2人ぐらいは。2人かい。なんかロックのイメージです。でなんか SDK の最後の出てくる
曲のようなイメージがやっぱある強いんでって言ってくれましたよ。うーん、じゃあ BGM あれだとちょっとうるさいですかね。どういうこと、ね、どういうこと。 BGM 難しいんですよね。あんまり激しいと邪魔をしちゃう、トークの邪魔をしちゃうじゃん。はあ、そうだね、より激しくしちゃう。そんなも考えてくれたんや、そんなも考えてくれたんやて SDK。 俺のために考えてくれたんやて。いやいや素敵じゃないですか。いや何ちゅう顔してる何ちゅう顔してる。ちゃぎちゃんが俺のために考えてくれたんやって。顎出てる。それすごいいいことじゃないですか。なあ、いや大統領大統領ありがとう。こんな嬉しいことないよね。結局な、ちょっとええ話は、ちゃんとした話になるけど、今のこの世の中でもこうやってやってくれる人がいたりとかさ、もうなんかもう、うん、ファッって思うよね。わかる？言いたいこと。わかります。あ、すげえ。今日の SDK ももちろんそう、ちあぎちゃんもそう。今この世の中のふわって思うっていうこと言いたかっただけです。皆さん、水田さん、いい感じに寄ってきてます。退勤やがってます、ね、お祭りですからね。いただこう。乾杯。いただきましょう。今日は祭りですか、ね、僕とか千秋さんがね、ここから離れても多分水田さん朝までずっと配信しますから今日。何やねんそれ。やめてくれよ。寝るまで、水田さんが寝ちゃうまでね。だって寝ちゃうまで、それは危なくない？俺が 寝た後もずっと配信されてる可能性あるやん。そうです。だからあとはみんな あの優しさで切ってあげる。そっと切る。優しさを下手な切るってやつですから。ちょっと歌う、歌う、ちょっと千秋ちゃん歌ってよ。千秋さん、ちょっと生ライブ。あ、ごめんごめん、それはもうあかんわ、ごめんなさい。 そんなん言うたんか。いや言うてるわ。うちの千秋はやりますよ。いや、そんなんあかんて。もう庭の無茶ぶりやで。歌ってくれますよ。 SDK 歌う？どれ？うん。おかしくないですか、この中で俺が歌う。あ、そうか。あれ、ちょっと音が。あれ、どれを選べばいいんやろうか。今聞こえてる？聞こえてますよ。そう、持ちますね。はい、もしもーし、千秋ちゃん、明日は大丈夫なの？大丈夫です。大丈夫って言っちゃったね。あ、大丈夫って言ってた。違う、言っちゃったね。明日ちょっと朝から。いや、嘘嘘嘘、もうあかん。ちょっと立て込んでて。何を言うとんねん。今もうすぐね、ショールームは300人を超えようとしてるよ。おお、300人。ショールーム初じゃないこれ。聞こえてますよ、マソパイ、マソ先輩。大きに大きに。痛い。その中、水田さん、はい、YouTube のコメントでですね、あ、教えて教えて、チャット欄、はい、チャット欄で教えて、水田さん、落ち着いてって言うの。酔っ払っておるっていう。みんな思ってる。だいぶ前からベロンベロンですけどもっていう。でもね、今日は水田さん、ちゃんと配信切れるのか。切れないと思う。禁酒解禁スペシャルで言っております。だから本当に思うんだけど、今日、うん、今ここ東西じゃない、いろいろあるけども、本当はね、今この時代、今、うん、今日、まあ本当嫌なニュースもいろいろあったけど、でもそれ何を言いたいんやろな。すごいな、結構まあまあちゃんと喋って、途中から何言いたくな なったか忘れちゃうっていうやつ。2回目っていう。何回でもこの後何回でも行くけど、はい、でもせやな、なんか何が正しいとか分かんないけど、うん、でも今こうやってつながってることが嬉しいです。以上です。一緒です。ありがとうございます。一緒です。今日ね、本当に悲しいニュースがあったけど、分かん、でもそれを題にするとちょっとね、あれなんで。千秋ちゃん、千秋ちゃん、はい、おぎに、ありがとう。このアップのこの嬉しい、この明るい音楽が来て、俺はもうこれは、でも俺向こう50年、俺何歳今、46やから、96か、50年使うわ。やった。97歳になった時に切るわ。97歳の時の50年計画で、うん、はい、時にパサッて切るから。あ、わかりました。じゃあそれまで50年間
頼むで、聞いといてな。その分あれするから、あれが多い。あれが。すごいのなこれ。え？喋ってること覚えてるのか。これでもね、アーカイブに残るから。そうですよ。そこで。アーカイブに残るから。そうでした。楽しそう。いいか。こんなんでいいのかな。楽しいのが一番いい。俺らが楽しければいいのか。そうわかんないけど。そう出すっていうね。ですからね、やっぱりね、楽しんだもん勝ちとか楽しんでる姿はちゃんと見せれるっていうのも大事だと思う。あのね、今日ちょっと多いかもしれんけど、もう一回これちょっと分かる？何がしたいか。何ですか？ウノ。出た。トイレ。まあまあね、お酒をね久しぶりに飲んで、ね、あれする。そうですね。しょうがない。トイレ近くなる。居酒屋ですからね。そうだね。これ作ったんだ。すごいよ。ミサさん本当すごいんだよ。すごいですね。そうそうそう。もう何でもできるよ。だって1年前、2年前のあの15周年の時かなんかツイートもよく分かってなかったじゃないですか、うん、そう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 。そこから考えたらすごいよ。すごいですよね。だって今俺ミサさんにさ、いろいろ教えてくださいって言ったの。YouTube のやり方とか。逆転してる。すごい。そう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 。すごいよ。すごいな。その会ってない間に。うん、すごいことになっている。さっきちょっと話したんだけどさ、たまたまここ最近で俺も三沢さんもノートパソコン買ったっていうくだり聞いてた。あ、なんかツイートで見ました。そう、そしたら今日はさっき言ったんだけど、俺もね言ったんだけど、三沢さんと同じタイミングで俺ノートパソコン買ってて、まさかの同じパソコンだった嘘ー、すごくない？え、機種も一緒ってことですか？はい、色違い。仲良し驚くよね。やだ。いや、たまたま、いや、ま、何の連絡もしてないよ。あのパソコン買いますとか買いましょうとか打ち合わせしてないって。全くなし。すごいです。タイ、すごい。タイ、ちょっとパソコン話してました。何のいいな。あ、ちょっと一回ちょっと切るわ。パソコンが一緒だったって話を軽くしてました。はい、パソコン話してんの。パソコン一緒だったって話を、ね、あ、軽くしてやねん。はい、すごない？そういう感じで方もいると思う。ちょっと、言うけど怖いです。怖ない。絶対な。怖い。あの SDK は俺のストーカーやと思ってんねん。絶対あれを、さっきはちょっとびっくりしたって言ったけど、絶対俺のあれを見て、あ、はい、水田さんあれ買うてるわ言うて買うたんや。だっていや、僕らついこの間も朝9時ぐらいからテレビ電話でいろいろ喋ってたよ。そやな。その時そんな話してなかったでしょ。すごい。ちょっと、ね、千秋ちゃんも買うてや、これ HP なんで同じやつね、逆に HP のね、うん、同じやつ、もう一色カラーを作ってほしいぐらい。 MD360 だからな。おい、おもしろ。 Mac ですか？すごい。俺 Windows、 あ、そう、音楽だから Mac なのか。そう、俺らはね、音楽じゃないからね、Windows、容量が、そう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 、良かったりとかね、使い勝手がいいやつ。なるほど、なるほど。すごい、なんやろこれ。あれ、水田さん、そういえば、体重発表はしたんですか？うん、あ、してないか。あ、してない俺。ねえ、さしてもうていい？ちょっと俺するって言うてたから、さしてもうていい？するって言ったらそうね。あのね、あの体重測ってる？みんな。いや、二人に聞いとんねん。あ、僕らに。せやで。あのな、あ、お風呂上がり乗ったりしますよ。ほんまかいな。でな、ちょっと、はい、ちょっと見せるわ。ほんならほんまにリアルなやつな。でな、これが見えるんかな、3月のこれから禁酒しますって言うたんは俺20多分1やと思うね、はい、22が顔合わせやったからそれに合わせてやってんけど、はい、トイレ行くんやったら行ってな。 SDK もジャギちゃんもで、これ見える？見えへんかな。見えへんな。見にくい。あ、見えへんな。何にも見えへん。あ、何にも見えへんな。あ、ちょっと色を照明落としてもらったら。どうやって明るさをだいぶ落としてちょうどいいぐらいの。どうやってすんの？あの、こう上に下げて明るさっていうところをこう下げる。上に下げて明るさ。これ無理やな。バーン。これ無理やな。あ、言うわ。でも言葉で言うわ。これ多分全然見えへんけど、最初な、はい、3月24日、うん、3月24日言いますよ、59.8kg 見えへんけど、うん、59.8kg これが最初やってん。ほんでね、はい、これ全部言うたらアホやから言わへんけど、下がります。59.1 下がりました。で、上がったり下がったり、これ思んないな。
見せたいねんけど全部全部見せたいでしょ。で今日の朝、今日の朝、はい、一回言うな、3月の24日が 59.8kg、うん、ね、59.8kg でした。1週間後、あ、1週間単位で言おうかな、1週間後、3月24日 59.8kg、 その次の週3月31日 58.1kg、 これで、1.7kg 減りました。ね、その次、その次いきます、その次4月7日 57.1kg、 さらに1キロ減りました、1キロ減りました、すごいでしょ、1キロ減りました。その次、この火曜日の週でいきましょう、4月の14日 57.1kg から次は 56.5g、 すごい、すごい、はい、どんどん落ちてる、どんどん落ちてます、これもうすぐなくなります、56.5g、 4月14日で 56.5g までいきました。これがいわゆる、1、2、3週間で 3.3 キロ落ちましたね。はい、そうですね、そう、そうなんです。で、お酒飲まない以外の生活っていうかは一緒だ、はい、いや全然一緒じゃない、一緒じゃないんだ、ほとんど。なんかね、人間って不思議なもんで、うん、もう、あ、食べたらあかんってやっぱ思ってまうよね、こうおっさんでも。なるほど。あ、ちょっとチョコレート食べる、まあ、そう、測ってるっていう意識があるから一個、うんうんうん、そうなると女子の感覚よね、言うたら、あ、毎日体重計乗った方がいいって言います、ね、毎日乗ってる、うんうん、なんか毎日乗って、あの、体脂肪率測ってやっとるから、これがね、おっさんで、ね、あったとしても、うん、あ、ちょっと待って、昨日よりちょっと 0.1 増えたとかって意識するわけよ、そう、やっとったら、うん、なあ、女の子はもっとすごいと思うわ、大変なことや、性格もあるかもしれないですね、性格も、さっき言ってたようにショールームとか、ね、YouTube の1人増えたっていうのすごい過敏に反応するんですか。めっちゃ、俺はめっちゃ一喜一憂するから、性格あるかもしれない。ツイッター最近めっちゃ減ってね、何した、俺なんか悪いことしてない、ね、ツイッターは大丈夫です、僕も減ってますから。アホか。ツイッターはちょっとね、また別事情があるんですよ。そうなの、ツイッター見てない人とかやめる人が多い。ほうなの、ごめんなさい、ちょっと話聞いちゃって。それで何キロだったんですか、3週間目でその日、ほんで、はい、何やったかな、記念する日1ヶ月後、4月、うん、今ナウは今日の話、あれ何や、これは今日の話しようか、今日、はい、4月13日で 56.6kg、 おお、1、2、3週間でか、いわゆる、そやな、3キロ以上減った、3キロちょい、3キロ以上、うん、ほんで、4月の20日、3日前か、 56.2kg を計測しました。これが最高記録、いわゆる測り出してから 3.6kg 減りました、うん、3週間。ほんで今日の朝が 56.4kg、 これ見えへんねんな、見せたい、嘘みたいなってことか、 56.4kg でした、今日の朝、ね、後であれします。でもそれあれですね、うん、食べてないだけ、運動とかはしてないんですか。してないね、バイクやし、俺乗ってんの、なんか分からへんね。でもだからお酒飲むと食べたりする、ちょっと待ってな、あ、それもあるかもしれないですね、食べ物が、あ、逆にほら、こうやってお酒をまた始めたけど、再開したけど、体重計は毎日乗るといいかもしれないですね。そうやね、それは続けていこうと思う、違いが受け見えますもんね、うん、うん、続けていこうと思います。いいですね、うん、ちょっと待って、まあ、確かにずっと食べてますけどね、今飲みながら確かに今こうなるんやねちょっと見るわ、一回コメントを見させていただきます、はいはい、コメント拾いタイムとコメントコメントその間にちょっとティータイムしてきます。 OKOKOK、 はい、食事制限もお願いします。はい、見える、千秋ちゃん見てんのか、 YouTube 見れますよ、大きに YouTube お願いします。俺今ショールームを見ております。すごいなってみんな言ってます。何がいいな、体重、あ、ほんまかいな、
体重のやつは後でツイッターに載せましょう。はい、載せます。あー落ちた。そんなでも千秋ちゃんはでもずっと細いやん。もうずっと細いやん。いやそんな、でもすごい気にしてます、今はこもってるし。あーほうな。でもそんな食べないようにとか気をつけてるけど、うん、そんな3週何4週間1ヶ月で3キロとか全然落ちないですね。こもって今なんかこういうのをやってるみたいなのあんの？要はこもりながらやれるなんかあれ、まあヨガやってる人もおるし。でも、うん、ストレッチとかもするけど、あと半日断食っていうのをやってて、うん、夜ご飯を早めに食べて、うん、例えば8時とかに頑張って食べ終わったら、私普段家にいるときお酒飲まないんで、その後固形物食べないで、次の日の昼の12時までその固形物を食べないみたいな。固形物ってそれ以外は何？飲み物？スムージーとかは頼んだりする。ヨーグルトとか食べたりするけど、そうご飯っていうのを食べるのをお昼まで食べる。朝ごはんだから何かそのちょっと抜くみたいな。今完全にお前在宅なんや、ほんなら一日。そうです、本当に人とも会ってない。全然会ってない。本当に会ってないです。まあその中のどういう楽しみ方をするかやな、人生な。この自分の85年、90年、 100年としようか、1回なとした中でのこのね、まあ、初めてのことやから、これはもう。そうですよね。うん、まあ、それで私普段からねこもるの好きなんで。あ、ほうか。家で。そう、アウトドアちゃうんや。全然インドアです。何してんの？ほなインドア、もともとインドアやったら楽しみ方知ってるやんか。そうだから、まあ、映画見たり、はいはい、あとゲームしたり。ゲームすんねや。曲作るのも結構ダラダラ作るんで、なんだろう、こう作ってみて思い浮かばなくてボケーっとしたりなんだりとかしてると、なんかちょっと聞いていい？そのな、今回のそのテーマソングも作ってもらって、その作るにあたってな、音楽の世界って俺実はあんまり音楽でな生きてきた人ではなくて、なんちゅうやろな、音楽、何を言おうとしてたかな。嘘でしょ、嘘でしょ。ほんまに今聞きたいことだってんけど。3回目ですよ。なんちゅうの、音楽の、うん、何を、じゃあね、ほんまめちゃめちゃ素朴な疑問やねんけど、俺の中で音楽っていうのが生きていく、来た中で46年間生きてきた中で音楽っていうのはそんな俺の中でなかったわけ。でも、うん、今回音楽お願いしようって自分がいるわけやん、うんうん、このテーマソング、ほんまに音楽をなんかお願いしようっていうのってすげえなと俺の中でほんま思ってて、うん、全然コンサートとかも行ったことないし、ライブとかも。あ、そうなんですか。ないねん今。さっきドア玉の方で俺ミスチルがやってるとか、なんか今やってるやんか、いろんな人の無料ライブとか、うん、ドリカムも分からへんけど、うん、でもそんなに音楽っていう人生を歩んできてなかったから、うんうん、でもこうやって自分が配信するときに、あれ音楽必要やんって思ったわけ、単純に。失礼かもしれんけど、うん、うん、でね、一回もうて、俺こんなイメージ勝手に中で言うてもうてあれしたけど、うん、あ、音楽ってすごいな、人生にとってなんか大きなあれなんやなって思わされたわけ。ちゃんとしたこと言うと、うん、うん、今までほんまになかったから、うん、俺はまあ要は目で見る人やから、耳よりも逆に言うと、あ、目で見て入ってくるもの、面白いとか、うん、感動するとか、うん、視覚的な、そうやね、視覚やね、うん、ね、でも音楽って聴覚やんか。でもそうですね、俺の中でその映画とかなんかいろいろ見たりとかすると、目のくせに結局でも、あ、音も入ってきてたんやってことになるやん、うん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 、今思うてで46歳になってやね、うん、っていうぐらいほんまに。で千秋ちゃんにその、あ
れテーマソングフリー素材、あ納得いかへん、あれ俺何言うてんねん、そんな風に生きてきた おっさんが何言うとんねんって俺には突っ込んだけど、うん、でジャキちゃんがそのあれ今日のあれかっこええ振るって言われた時に、いやむずい質問やなって出したけど、それはむずい質問やなっていうのは千秋ちゃんにとってむずい質問じゃなくて俺にとってむずい質問で、あれ音楽そっかちょっと待てよ、言葉悪いけど軽く考えてたのか俺は、違うもっとこれが伝わるものとしてどうしたらいいかってなった時にっていろいろ思ったわけ今日、まさに今日わかる、そうだからこうやって今後ろに流してるのが、あそうかすげえな、あ音楽っていう力というかほんまにないから、俺のテレビを見ている人だけやから、俺は視力でしかないから、あ視覚でしかないから、うん、どう思ったっていう話っていうっていう話。でもやっぱ音楽はなんか人と人をつなげるものだと思ってるんで、だから千秋さんの中で、うん、音楽人と人をつなげるものだと思ってるんで、だから千秋さんの中で、うん、遅れて聞こえる、音楽めっちゃ遅れて聞こえる、ごめんなさい今俺です、俺がね向こうで聞いてあ、ほんと自分の声、ごめんごめんごめん、でもこそうでもこの例えば BGM もこう発表してもらって、ただ道田さんももちろんだし聴いてくれてる皆さんもこの曲を聴いたらこの道田さんの YouTube を思い出すじゃないですか、絶対そう、そうさせたい、なんかそういう記憶とそうつながって残っていくものだと思うんで、ええー、ねー、うん、すごいピシッと思いながら作りました、ね、あ、 ありがとう、重大な任務だと思って、ありがとう、ありがとうです、うん、とにかくありがとうです、ありがとうってあんまり言わへんよね普段、そうですか、言う言うよ何やねんそうですかって言うなよ、言うよね、いや俺いやありがとうめちゃくちゃ使うんですよ、ありがとう使いすぎて、うん、使うタイミングが噛みすぎるって言われたことあります、あそうなん、俺ね俺あかんねんな、下手くせえね、ありがとうの使い方、ありがとうとごめんなさいだけはちゃんと言おうっていうのを30ぐらいの時に思ったんですよ、ああいいと思う、そうそうそう、すごいと思う、俺下手くそ、下手くそって言ったら逃げやねんけどな、うん、うん、分かるよ、愛してるはね多分死ぬ間際しか言わない、絶対言わないねえ、絶対昭和の男たちはね愛してるは言えないですね、いや死ぬ間際死んでく死んでな、ね、いくぞとしてから言う、いや俺もうベッドのもう自分なんかそうベッドの病院のベッドの上でもう家族とかみんなが見守ってる中で魂が半分抜け切ったぐらいの最後の言葉で言う、何を言うのねそこまで撮っておくの、ちょっと待って、言えないですよね、これさ今分かれへんわ、今どうなってんの今、いやいや配信続いてます、続いてる、ちゃんとお酒取ってきます、オッケーオッケー、はい、行ってこい、ちょっと SDK よ、でも、ね、うん、2秒ぐらいですわ実は YouTube、 俺今 YouTube 見れなくてな、あ今ずっと見てますけど YouTube2 秒ぐらい、 YouTube 見れた、37名ありがとうございます、はい、37人の人がおんねんぞ、みんなや、みんなお気に、嬉しいですね、嬉しいわ、最高やん、うん、これがだから生配信の楽しいところですよね、すいません、アーカイブであとはあれしてください、でもね、YouTube のお気に入りチャンネル登録してください、ね SDK を超えたいんです、俺は、いやもう超えてますよ、超えてね、全然超えてます、 YouTube 俺今日からですからね、ちゃんと発表するの、やったね、さっき Twitter で言いましたね、ほんまかいな、したの、ちょっとこの後ね、はい、しました、ツイートしました、ぜひとも明日ね、明日シャッソっていうあれするからね、見といてください、ショールーム見るわ、あ、ショールームが
もうすぐで400行こうとしてるよ。あ、コメント見るわ。ちょっと待って、俺目が見えへんねん。眼鏡かけてないから調子乗って、ちょっとこうするわ。あ、すごいな、もうそのキャップにその眼鏡でヘッドホンしたの。あ、見えてんの。パーカーもあって。あ、さんはさっき捨てましたね。え、ちょっと読め、みみ400超え、みはあ、うん、みはあ、おぎに、もうすぐ400超えやって、過去最高ちゃうか。おお、素晴らしいな。あ、おぎに SDK、 おぎにな、ごめんな、11時半や。でも大丈夫か。大丈夫です。12時になったらアップするんで、その手前にはね、あれ。ああ、そっか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 、はい、あ、そっか。いやいや、この場でやってもいいんですけど。やりーな、ちょっとこうやったらええやん。いやいや、悪いじゃないですか、悪いなと思って。全然やってええやん、何にも悪くない。全然やったらええやん。わかんの、見えんのそれ、みんな。 SDK がこれからあれします、アップします。やりーな、やりーな、自分のことやって。全然自分のことやって、これはもうほんまに自分のことやって。業界人間、パマさん、マッソ先生、おぽよ、はーん、かん、ありがとう、おぎに、ね、おぎに、みんなほんまこうやって来てくれてる人、ほんま、おぎに、ひろはん、じゅんはん、ね、SDK とかぶって、ごめんなさい、SDK のファンの方々がいっぱいいると思う。いやいや、同じです、サイレンのね。サイレンからで言ったらみんな一緒ですからね。今年の夏どうするかやで、サイレンの。いやー、ね、サイレンの夏どうなりますか。今年の夏、サイレンの夏。そう、僕はもうそれはずっとね、日本の夏、サイレンの。せやね、せやね、言うてんのね、うん、いや、やめとくわ、俺。でも、俺、いや、本当に、まあ、こんな、ほっとり場所で言うのもあれですけど、うん、こんな場所で、うん、いや、毎年サイレン夏になったら トレンド入りするってすごいことですから。いや、ほんまね、すごいこと。17年前のゲームが、いや、ほんますごいことや。去年世界トレンドも入ったんです。すごい。うん、え、何の音これ今の。うんうん言うてるよ。私の愛の手。びっくりした、変わった。結構リアルにうんうん言うたから、ちょっと本気で怖かったわ。本気で怖なったわ、ね、おっさんは。ね、うーん、やないで。ヤギちゃん、おぎにありがとう。世界トレンド、世界トレンド。世界、そう、フランス。おぎに。もうすぐ400、あと2人で400行くよ、ショールームは。お、すごい。400。飲みに、いや、持ってきいな。俺一人でつなげるから。つなげるから。マソ先生、ジュン、ゴルルル、戦士っていうの。ちょっと勝手に喋ってるけど、ね、上の人。どうも、今日の主役だから許したけど。おおきに、毎度、はい、毎度おおきに、カバー、カバー動画をちょっと今からアップするって。オッケー、行こう。行こう。はい、雨宮真子ちゃんってこと出したら、その子がもうツイートしてたんですけど。うまかいな。いや、どうする？皆さんもちょっと見てください、ね。オッケー。見る。リツイートしておきますよ。あれなんだよね、ツイッターっていうのがいいねも、あれもちろん嬉しいしありがたいんですけど、うん、あれツイッターって実はリツイートが大事なんですよね。あ、そうなの。ツイッター嬉しいですね。いいねというのは個人的にいいな。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。だからいいねとリツイートってあるじゃないですか。うん、でいいねってのは個人的に、あ、いいねっていうので、あと見ましたよっていう意味でも僕も押したりするんですけど、ある、する。ね、でもリツイートっていうのは、そのいいなと思ったのを他の人たちにも知ってほしいという、もう一個のだからいいねの上級者版みたいな、上の版っていう感じ。わかる。だからリツイートもね、ぜひともお願いして。お願いします。ありますね、広がっていくんでね、リツイート。そう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 、すごい時代やな。すごい時代ですよ。だから17年前にサイレンが出て、じゃあ何かしましょうって言っても、これはできなかったわけですからね、僕らがこれ共演者になって。俺めっちゃ思うわ、あん時、うん、これがあったら俺ら売れてるよね、うん、俺らっていうか、ごめん、俺な、 SDK は売れてるし、ね、また全然見せ方変わってましたね。小みなみ、小みなみ、ありがとう、はい、ありがとう。小みなみ、ありがとう。小みなみ千秋、バスへのスナック、ここバスへのスナックなの。隣の席の
いつも黒おじさん、いつも黒おじさん、ちやき、コミナミ、あの人いつも11時来るよね。1時間でいっぱいだけしか飲まない。ふぅー、ダッサイいっぱいだけ飲んでる。デンデラッツデンスッダッサイ1杯に対して水4杯飲んで帰る。これはね、めっちゃええ曲やと思う。俺乗れると思う。昭和から令和まで、昭和、平成、令和はどこ行ったんですか。令和は、お前突っ込むね。お前も突っ込むね。ずんでる、いいやん。ちょっとお酒持ってきます。おきに、おきにやないわ。あ、 SDKP の T シャツ着てるよ、小南。じゃじゃん、はい、ありがとう。これもうこれずっと流し続けるから嬉しい。ありがとうございます。最高です。でもう一個、あのそのウクレレのあのあれは今日もや、今日もやらせてもらってんけど、俺な、なんで今日あれをしたかっていうと、知らんかもしれんけど、いつライブ配信スタートかっていうの、実はねこっちで分からへんねん。その、OBS となんかそのあのあんねんけど、ライブ配信開始みたいなあの、あんねんけど分からへんから、その前に会場スペースを作ったわけ。会場と開演ので、会場は、うん、あのタンツタンツタンタンツタンタタン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 っていうのをちょっと載せたかってん、はい、今日やらせてもらいました、初めて。ででもこれで俺ちょっとこれを使うともったいないから、あのあの曲せっかく作ってくれたし、だから一回こあのコーナー作った時に使わせてもらいます。ありがとうございます。よろしくお願いします。アロハーレンジの方、アロハーレンジ、夏とかになったら帰るとかも面白いですね。いいね。でも、季節によってとかもね、せやね、これこれ、これ美味しいですよね。美味しいよねこれね。おい、いや今弾いてる。あー、ごめんなさい。美味しいですよねじゃないよ。普通のオンライントークしちゃった。普通のこれウクレレをね今あれしてます。ミサさん急にウクレレって話になったじゃないですか。せやねん、せやねんけども、あれなんできっかけになったんですか、ウクレレ始めようっていうのは。あのね、ギターを弾ける人のかっこよさをずっと羨ましかったんです、はい、うん、ギターを弾ける人って羨ましくない、かっこいいですよね。俺あのね、ちょっと一個言うと、楽器で言うと俺アルトフォンサックスを弾けるわけです。おい、いやそっちもかっこいいですか。でも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 、あ、いざと言った時に、はい、アルトサックスがありますか、あ、ないです。なギターがそこにありますが、壁にかけても、あ、ちょっとこれちょっと取れますね。ドラン、あれチューニングがすみません、チューニング G、 あ、 C、 あ、 E、 A、 あ、 OK、 あ、 これイメージだ。そう言う人初めて、あ、 2、 あ、 1、 2、 ダン、ダラン、ドロン、できるやん。でもそれが俺羨ましかったの、アコースティックギター。特にエレキよりも俺アコースティックギターやってん、憧れが、うん、なんかこうやってこう、この絵かっこよくない、俺は、俺は思ったの。ここがこうしてるよりこうしてる方が良かったの。んで、であのね、ギターはこれ5弦5つ線が入ってるらしいね、うん、でもちょっと俺は無理やなと思って、それよりもっと簡単なものないかと思ってウクレレに走ったんです。まあ、コンパクトですしね。うん。チャキちゃん、チャキちゃん、あ、聞いてる？チャキちゃんはピアス、ピアスは、ピアノ以外に何かできんの、できるの？あ、ギター弾けないんですよね。ドラムを昔ちょこっとやってたけど、そんな人前で弾けるほどではない。ドラム女子かっこいいよね。へえ。かっこいいですよね。あ、そうなん？8ビートぐらい。
ただけるけど。なるほどね。うん、僕あれなんですよ、三沢さん。どうした？あの路上ライブやってたんですよ昔。絶対嘘。ギター地元でギター。ほんまか？同い年のいとこと、はい。地元でどこ？神奈川で。バンドやってて、神奈川の海老名でバンドやってて、そのまま路上ライブやってて、自分たちの曲作ってやってたんですよ。ほんまかいな。どんな何系のやつ？何系でもまあまあいやテクノとかだったんでロックとかえあバンドはバンドはパンクとかあそうなんやってましたけどミクスチャーみたいな感じやってましたけど路上は普通にアコギでハーモニカとかにしてあそうなん、ギター弾けるねバッチリ一応はねハーモニカもいけんのハーモニカもまあまあまあ普通ぐらいやったらいけるかなって感じですか。あ、ほんまかいな。ゆずみたい。路上ライブ楽しいですか。楽しいな。だからウクレレ持って路上ライブ行けばいいじゃないですか。俺な、SDK よ、うん、俺路上で一人芝居やってたんや、はい、あ、そうだそうだ言ってましたね。俺そっからの始まりやねん。だから気持ち大したっけ。うん20年前、ジャスト20年前、26歳の時やもん、うん、覚えてるわ、うん、もう今でけへんわ、うん、で20嬉しいですよね、ああいうなんかこう缶コーヒー食ったりとかね。いややったことない路上ライブ。そうなんだ。楽しいよ。え、音楽のちゃぎちゃん、こんにちは。あのどうスタートは何なんじゃ。スタート音楽をこれをやるぞと、要は大学行ったんかな、分からへんけど高校行ったんかな、うん、でもこれで食っていこうっていうのあったわけやん。でもずっと、うん、本当サイレンやった直後ぐらいからその歌ったり踊ったりは好きだったんですよ、ずっと。ちょっと待って、ほんまに、うん、OK 行って。そう、でも高校生はアイドルとかやろうと。ああ、そうそうそう、そのアイドルみたいな、その事務所の当時まだアイドルっていうのがなくて、多分、うん、あれなんていうの、ガールズユニットみたいなっていうのかな、あーなるほど、ね、みたいので、そうライブをしたりとかはちょこちょこやってたんですけど、うん、そうで高校生はダンス部に入ったんで、何系のダンスなの？ジャズとかタップとかいろいろあるやん。いろいろジャズもやってたし、ヒップホップとかガールズヒップホップとかやってましたね。スピードとかいたもんね。スピードはもっと前です。マックスとか。あ、もっと、あ、ちょっと待ってよ。スピードは幼稚園の時。幼稚園とか小学生。そんな、そうか、そんな前になっちゃう、あれ。あの、あれ、そんな前になっちゃう。世代が、そう、そう。で、でも大学生になるときに、音楽をじゃ頑張るか、ダンスを頑張るか、どっちかなってなったときに、うんうん、やっぱり歌いたいなと思って、ダンスやめて、作曲の勉強をして。すげえな。始めましたね。なんかすげえな、そういう話聞いてるだけで。いや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 。いや、今の一言で収まることは絶対ないからね。20代の時俺何しとったんや、わしは。20代の時そういうよね。いやいやいや。あ、そうか。うん。そうですよ、そうですよ。SEK、劇団もやられてたんですよね。おうおう、劇団というかね、やつだけどね。でも過去には戻れんからね、うん、未来を向いていこう、うん、っていう話をしてるけど今どう。いや、いいと思います。過去に戻ろうと思ったことないですか。細かいな。 SDK のこの先どうしていくっていうビジョンは、うん、SDK はビジョンめっちゃ持ってるやん。いやいやいや、ありますね、やりたいことも。なビジョンめっちゃ持ってる人やん。うん、そうですね。いや、今だから本当にあのネタ半分本気半分で言ってるのは、トヨタが作るウーブンシティっていうのに住みたいっていう。何それ。トヨタがあの要はスマートシティって全部電気関連で成り立つ街を作るっていうのを富士の静岡の裾野市っていうところでやるのね。
それをそこに住みたい。でそこでなんかいろんなことやりたい。全部。そう。でもこういう話すると大体こういう空気になって消耗してなるね、なるね。頭。そらなるよ。何を言うてんだろうって。まあそれはあの全部いろいろやった後ですけどね。エンタメ系とか今やりたいことももちろん全部やった上で、うん、あのやりたいことっていうか農業とかこうやってスマート農業とかを調べてたんですよ。今これからの日本で足りなくなるものとか必要なものってなんだろうって調べてて一人で、で、あこの辺とこの辺はどの辺が企業入ってんだろうって調べてたんですよ。マーケティングしてて、したら全部トヨタが引っかかってた。へえ。って言って、そうそう最終的にはまあまあそっちやりたい。めっちゃな、めっちゃ重い話、重い話じゃないかもしれんけど。ちょっと真剣な話すると、うん、そのエンタメ業界でさ、その舞台とかその、うん、ほんまに向こう1年厳しいかもしれへんっていう話になってるやんか、はい、ほんでその中でその今言うたことがど、いやこの配信とかもそうやけど、うん、何やろ、何が言いたいんやろ、正解がないというか、うん、どこに向かってんのってなるやん。音楽業界もしっかり、音楽っていうのは分からへんけど、ドラマも作れない、映画も作れない、はい、舞台もできないってなったらどうすんのってなるよねっていう話。新たなエンタメを考えるいい機会だと思うんですよ。だからこの時期、この期間俺もうすごいポジティブに考えてますけどね、うんうんうん、やっぱやったもん勝ちだし、何が今しかできないことっていうのも今できることで、プラスコロナが収束した後も当たり前になるようなエンタメの新しい形を作ろうっていう話は仲間たちとよくしてますけどね。うん、うん、そうやね。じゃあ千秋ちゃんは音楽業界の中でどういう話になってんの？そうですね、だから、まあ、配信とかはやってる、その、まあ、コロナとか始まる前からも広まってはいたじゃないですか。うんうん、そうだね。それ結構音楽やってる人はみんな やってる、やったことあるし、アカウント持ってるのが当たり前で、うん、でだからね、もっとそのそれをどう使っていくかっていうのも大事だし、でもやっぱライブって特別じゃないですか。そうやね、その生でしか全然ちゃうねん。はい、その現場じゃないとやっぱ伝われないものは、なんか私も今いろんなアーティストの配信ライブとか見に行ってて、うん、すごいね、これを機にいろんな人のとか見れるから、ライブ見たことない人も見れて、うん、あ楽しいと思うけど、うん、見て楽しいから、あライブに行ってみたいと思うんですよ、うん、だからやっぱりその生は生で消えないし、やっぱそこに早く戻りたいとも思うし、わかるわ。だからまあ、だから全く別物だなとは思うんですけど、ただその生の場所が今ね集まれない期間にそこを空白にするんじゃなくて、やっぱ他のものでつないだり、もっと違うところで大きくしたり、それはし続けていかないとそこに戻れないのかなとはすごい思ってます。だからそうだよね、うん、どっちも当たり前にさせるべきだと思うんだけどね、うん、あのオンラインのライブ、チケット制のライブとお客さんが来るってことも、ね、プラスに考えて、結果今はお客さん集めれないからオンラインのライブっていうのは当たり前に世の中に根付かせる時期で、それが根付いた後に、うん、じゃあ人集めれますよってなった時に行きたい人は行けばいいし、うん、どうしても今日はいけないから、そう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 っていうのでやれば、音楽業界だったら音楽業界、そこでもお金が倍に近く入るってことだよね。うんうん、エンタメ舞台とかもそうだけど全部ね、そうですよね、うん、なんか踊ってましたけど、朝まで生エンタメ討論会でしたっけ。そうだよそうだよ今何時、全然大丈夫やから、よこれね、音楽聞いてほしいね。いやちょっと声が聞こえないなと思って、声聞こえた瞬間すごい酔ってたな、またこのね音楽って最高だね。
音を楽しむって、俺ね、ちょっと千秋ちゃん聞いて、千秋ちゃん、はい、もしもーん、はい、もしもーし、あのね、音楽ってね、俺の中では人生の中で俺実はね、音楽ってなかったんですよ本当に、ね、アーカイブ残ってもいいんだけど、音楽ってある？ SDK 何？僕はだからさっき言ったようにやっぱりバンドもやったりとかライブもやったりとかで、じゃあ聞いて聞いて、はい、思い出はあんねやで、この時の思い出は音楽、うん、この音楽ドリカム、ね、この時の音楽サザン、うん、いうのはあんねんけど、でもなんちゅうやろな、俺ね、あの家帰ってきたら絶対テレビの人やってん、言うたら絶対テレビやねん、もうチャンネルもう見たい、うん、見たくない関係ない、このもうこの長細いあれを押すだけやねん、まずは。だから音楽じゃなかったよほんまはね。でも今回ほんまに今こういう時代の流れとかいろいろあってっていう話です、うんうんうん、プーポー、音楽ってすげえなってなんかちょっと一曲聴かせてくださいよ。 OK、 はい、お願いします。この時間までね、配信よよ、配信ね、見てくれてる方たちに向けてね、違う、無理や、俺酔うてるわ。ちょっと一回、あのね、なんでみんな静かになるの二人とも、ちょっと待って、喋って、ちょっと聞いて、ちょっとおい、ちょっと聞いてくれよ、なんで今静かにしてんねん、ちょっと必死やわしも、しん、それでもしん、それでもしん、あれ俺コンピューター間違えた、 HP を、 HP の NB を買ったんやけど間違えてるかなHP の NBENVY と書いて NB を書いたけども、プラホー、どうも水田の巻の水田のくせに、仕切り直し入ったけど、まさかここからアーカイブ使おうとしてる、こっから今のところ全部カットして、今までのカット、静かにせえ、静かにせえ、静かにせえちょっとその間に、ね、YouTube のあれだけやってきますね。 YouTube のあれってなんやねん、動画のあれってなんやねん。あ、そう、もうすぐ12時ですね。ほんまかいな。あ、ほんまや。アップ準備ね。あのね、ちょっと告知するわ。告知しよう。ちょっとトイレ行くわ。あ、行きましょう。告知。SDK の告知が今から始まります。コミナミ。確かに告知タイム。そうだね。時間的にね、あとは10分で12時なんで。先ほども言いましたけども。私、篠田光も遅れを忘れながら公式 YouTube チャンネル作りました、開設しました、篠田光の SDK プロデューススタジオということでですね、僕がまあずっとね SDK プロデュースという名前でいろんな企画をやってきてますけども、
YouTube も比較していろんなものをやっていこうというチャンネルになっております。その第1弾がですね、このあともう10分後ですか、12時にですね、発表されます。果たして何をやるのか、おそらく皆さん驚いていただけるような告知になると思いますので、ぜひとも、チャンネル登録並びにいいね拡散をしていただいてですね、盛り上がっていただけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。ツイッターから飛べますか、リンクには。ツイッターからも飛べますんで、お願いします。チャンネル登録します。 ありがとうございます。じゃあこのみちゃん、ちゃきちゃん、はい、私も今さっきツイートしたんですけど、はい、今日あの同じダウージョのシンガーの友達の天宮真子ちゃんってアーティストと、うん、ゆきさんのハミングバードの曲知ってます、はいはいはい、大好き、ゆきさん、あれのカバーをちょっと流そうかな。あ、いいの、ちょっと流してください。じゃあ聞こえます？めちゃくちゃです。これマーコちゃん、これ私です。いい声、こんな感じでちょっといつものエレクトな感じとは違った雰囲気なアコースティックなあれでカバーをして、はい、Twitter と YouTube とにアップしてるので、ほうほうほう、ぜひ皆さんよければ聞いていいねリツイートしてもらえたら嬉しいです。ちなみに千秋ちゃんの YouTube のチャンネル名は何なんですか？私は小南で、あのこの COMINUM でやってるので、うん、ただね、今回マーコちゃんのチャンネルの方に多分動画をアップしてるのかな、だから私のツイッターを見てもらえたら動画を見てもらえると思うので、うん、そうで、やっぱりこのねライブができない期間ちょこちょこ配信もですけど、うん、動画とかカバーとかもいつもよりなんかいろいろチャレンジしたいなと思ってるので、そうだね、うん、ぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。まあまあ今できることからやっていきましょうっていう感じでね。そうですね、あと曲の配信にもありがたいことに、うん、あのなんだろう、ライブなくても配信だったらできるので、そうだよね、今これを機にというか、今ねこもってる、まあ、せっかくなんでね、うんうんうん、曲も作ってるので、うん、今ねちょっといろいろ準備してるので、もうちょっとしたらリリースの情報も出せるかなと思いますので、じゃあ皆さんお楽しみってことですね。ほんまかいな、帰ってきた。ほんまかいな、ちょうどのタイミングで帰ってきた。すごい、今ちょうど告知終わりました。終わったの、うん、大きいタイミングでした。ありがとう、ナイス告知。聞いてなかった。聞いてた、全部聞いたよ。え、そのいいな、私そのサイレン帽子持ってないんだよ。あれこれ、そうなの、持ってないの？持ってないです。だーせ。すごい、ま、タラさんにお願いしよう、うん、そうだね、うん、タイガーハラミってね。でも私タイツ持ってますよ、あのシビト文字の書かれた。え、それ履いた？履きました。でもちょっとファッションが難しくて、だいぶ選ぶようになるわ。ちょっとこう攻める時だよ。そう、だいぶ攻める、うん、逆にライブの時とか履きそうです。ライブの時いいんじゃない？ちょっと聞いて、うん、はいはい、ショールームの人がな、はい、481人ってなってる。あれすごい、もう最高記録ですか？俺多分最高記録やと思うで。やりましたね、481ってなってるわ。やった、ありがとう。ショールーム祝い、もう祝おう、みんなで祝おう、大喜利プルフタラララタラララ。もうすぐ500いったらもうえらいことになるわ。500、大喜利ちょっと SDK、はい、聞いてる、はい、もうちょっと待って、あと5分経ったら誰か教えてください。何がいいな、ちょっとぴったりに俺公開しなきゃいけないんで、ね、あ、ほんまや、あ、ほんまや、もうね、どうしたらいい、時計が
どうしたらいい、それをどうしたらいい、俺そっち応援行きたいねんけど。あ、本当ですか。うん、どうしたらいい。全然チャンネル登録とリツイートしていただけたら。チャンネル登録と今どうしたらいいんかわ。あ、ほんまに見てもらってもいいですよ。音だけでここで見てもらってもいいですよ。俺の見んの。いや、それ流して、流して、そっちで。それできないでしょ。あ、僕の方でできる、できるのかな。できんの。あ、あれですか、画面を共有でできんのかな。これやってみて、やってみて。で、いや、できると思う、画面共有で。いや、全然自由にしてくれていいから、ほんまに。自由っていうか、やり方がわからん。なんで。確かに画面を共有だと、なんかメールとか見。あ、そうか、このパソコン今日ですよ、来たの。ほんまや。そうなんです。 HP 朝8時に届いたの。 HP、 HP、 HP、めっちゃ興奮したよね、HP って。興奮した。俺な、俺 HP 買ったんやけど、いろいろあったんやね、うん、実は。え、そうなんですか。実は届かない問題？全然届かへんくて、ちょっと待ってくれよなって、俺取りに行ったからね、実は。HP に。うん、取りに行きました、俺は。ここだけで、今だ、今やから言うけど、うん、取りに行きましたよ。そうやで、ちょっといろいろあんねやで。まあほら、こういう時期だからちょっと遅れてるってのも結構あったみたいですけどね。そっか、ね、今遅いですもんね、それ。そう、アマゾンぐらいじゃない、本当にすごい早く来るの。そっか、ねえ、でもなんか韓国思うよ、化粧品とか全然届かないです。あ、ほんと。ちやきちゃん、韓国の化粧品似合うよ。どういうことやん。そう思う、なんか韓国の化粧品似合うなと思って、キャラクター的に。そう、韓国の化粧品ですかね。どういうこと。あの、B タイマーかけたわ、3分後に、うん。あ、小南さんのチャンネル登録します。やったね、ありがとうございます。嬉しいね、篠田光吉もよろしくお願いします。そうやって広がっていくチャンネル、いいですね。そしてメイン MC が一番最初に呼ぶ。はい、おぎに毎度。ダッサイ。ツイートします。ありがとうございます。レインさん、ありがとうございます。嬉しい。レインちゃん。あ、レインさん。リツイートも登録もしてくれた。お前ら。ちょっと、大丈夫か。誰が。誰が。誰が大丈夫。誰が誰に言ってますか。わしが大丈夫かっつって。よし。ちょっと気合い入れましたけども、今俺気合い入れた途端に大丈夫か。あ、今見えへんわ、どうなってんの今。大丈夫か。あ、見えた。多分それ僕らの心の声だと思う。俺ね、ずうせやん、ほんまに。え、ごめんな、これをね、やろうと思ってね。ちょっと、もう一回やろうかな。みつだの、あの、コメントをあれしようかな。練習何回かしたいねんか。うん。いい？いいですよ、いいですよ。ほんまに？そんな時にどうしたらいいかな。一回ちょっと待ってや。あー、かっこいい。あれ？どうしたい？どうしたいの？覚えてんよ。ちやきちゃん、はい、ちやきちゃん、ちやきちゃん、ちやきちゃん、怖いな、この隣の席のおじちゃん。こらこら、常連さんだから我慢して。おい、我慢して、聞こえて漏れてるよ、全部。全部聞こえてるよ。あれ、これどうしたらいいの、これ。あれ、ほんまにね、無理やわ。何がしてるわ。何がしたいかって言うたら、はい、今日初めてみたいな、うん、ところで流したいの。あ、あ、SDK って言うんだ。あ、はい。あ、なるほどなるほど。っていう時に流れてきた。あれ？あ、もう弾いてくれ、生で弾いてくれてます。あれ聞こえてきたんじゃないんですよ。ほんまに。あれ聞こえてきたじゃないの、天然おじさん。ちょっと待って、聞きたいわ。
なんなんこの音、この音何？ピアノです。ピアノかい。おお、どうやら自分で作ったっていうのは嘘じゃないらしいな。嘘じゃなかったんです。嘘じゃなかったね。嘘じゃなかった。 あと1分で、あと1分でもうここで押しますわ。 OK 行こう。何押すの？あ、OK、ここでいよいよ動画あれしますわ。 OK 行こう行こう行って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 、ぜひ、まあ、一瞬ここでやったって瞬間に見えたけど、まあそれアーカイブだからいい。写真じゃないです。あ、じゃん、写真じゃ、準備してるから、準備してるから、ここで公開しますわ。こっちそら公開したよっていうのをちゃんと。お前明日シャッソのね、いらんだよ。あ、言ってましたね。大変だよ。こんなグダグダでえんかい。プルル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 ル。サイレントを言う。あ、12時だ。あ、じゃあ、どうもこんばんは。公開されたな。ぜひ YouTube チャンネル登録をしていただいて、だってって。見てみよう。見てみて。ちょっと時差あるかもわからん。チャンネルだらか。篠田光吉。水吉？三吉の？三吉です。私、三吉です。どうも、三吉。あ、されてる、されてる。されてるよね。痛い。されてるよね。自分で分かんないね。されてるってことは、また非公開でされてる可能性あるんです。されてんの？されてんの？ 26 秒前ってなってるから、でもされてる。携帯ちゃんと見よう。だって、やばくない？これめっちゃ入ってると思う。そうか、ここで三田さんのチャンネル見てみんなのコメントからされてますよっていうのをもらえばいい。何がいな。あのさっき今上げた動画です。大丈夫？あ、されてる。篠田光由志正解。 ありがとう。あれ、これ、これか、それです。いいね、ありがとう。お、名前いいね、嬉しいね、ありがとうございます。チャンネル登録しました。 ありがとうございます。ありがとうございます。これをちゃんとじゃなくて、サイレンの内容じゃないですか。お、何や、気づいちゃった。え、なんなんみんな、もうこれ言っちゃいけないのか、動画見てもらっていけない。まあまあまあ、もう公表されてるからいいんですけどね。まさか、あの、この時間またいで、まだ配信に参加できてると思わなかったんで、なんですけど。確かに。何時からやってる、はい、?9 時からでしたっけ ?9 時からやってる。今何時？3時間やってる。普通に3時間やってる。うしやん。そろそろ、あれか、本当に。やばいか？みんな大丈夫。僕らは全然大丈夫ですけど、ね。お前ら。みんな大丈夫かな？俺、大丈夫じゃないよ。皆さんも飲んでるのか？ビタミンがこれ一つ？なんか、待って、クヨフェルミン広告が始まっちゃった。広告が始まったね。もしかして、なんか機械音が聞こえちゃう。クヨフェルミンの広告が始まった。うん。これ一つっていう広告が。ちょっとし、ちょっとし。500人。ああ、もうたくさんの、いいね、ありがとうございます。あ、やばい。ちょっとショールームがさ、500人になろうとしてるよ。うん、ああ、じゃあそれ祝いましょう。今499。今499、あと1人で500人。ほんまや、盛り上がってる。エミゴーエミゴーアンジーミケーこらヨモガミミあと1人ジュンな、聞いて。あれあれ、もしもーし。はいはい、聞こえてますよ。聞こえてる。あと1人で500いくみたいで、500行ったこと、行った瞬間じゃあ言われましょう。ほんまかいな。ちょうど日付も変わりました。あ、やった。あ、俺ね、パソコンに、なんか、パソコンに酒をかけてしまった。あー、買ったばっかり。大丈夫ですか、それ。いや、大丈夫じゃない。やっぱ1ヶ月ね、あの、内臓を休めた結果、こうなるっていうね、やっぱり夜が早くなるという。
ちょっと待って、パソコンに変え見れてる？動画見れた？はい、千秋ちゃん。ちゃんと見ますね。最悪だ。やっちゃった。見ていいですか？いや、全然いいよ。全然いつでもいいよ。あ、待って、何？2個開けてます？嘘でしょ？あ、違うわ。ちょっと待って待って。テストって書いてある。俺テストのやつじゃない。違う。あ、はいはいはい。あ、見れました、見れました。大丈夫？え？もしもーし。本人がサイレンやるんですか？私が、ついに、サイレン無印ワンをなっちゃったよね。クリア目指して頑張る生、実況やります。はい、やばー。ちょっとね、ドキドキなのやるよ。初めてちゃんとやるよ。あんなに、あんなに難しかったじゃないですか、去年。無理やって。そうでしょ。なっちゃった。あのね、先を入れちゃったよ。本当に自信ないの。本当に自信ないの。だからね、本当にあの生でやるから、あのあチャットで。配信でやるんだ。そうだから嘘つけないからちゃんとやるからチャットで皆さんに導いてほしいの、俺がクリアにするための。なるほど。どうなの、イベントでもすごかったね。イベントでもすごかったじゃん、ね、だからもう右右みたいな、ね、そう、もうこちらさんができないことは分かってるじゃない。俺ホラー苦手だし RPG やったことないし。確かに攻略本が頭に入ってる方がたくさんね。そうなんです、クラスさんにいらっしゃいますもんね。そう、でもさあ俺がやっぱりさ SDK として攻略本見ながらやったらさ意味がないじゃん。そう、それちょっとかっこ悪いですね。そうだから俺は自分を動かしながら何回でも死ぬよ。やばい。心がパソコンがね、パソコンの上に先をこぼしちゃったよ。パソコン無事ですか？大丈夫心配です。大丈夫じゃないよ。買ったばかりのパソコン。HP がね、パソコンの上にね、パソコン壊しちゃったよ。やばい、もうパソコン2回出てきちゃった。パソコンの上にパソコン酒をこぼしちゃったよ、俺は。やっちゃったよ。パソコンの上にパソコンを置く。でも楽しそう。そうなんです、だからさ、ちょっとじゃあ今こうやってお二人いるからさ、本当にあのゲストでオンラインでこういう形でいいんで、声だけでもいいんで参加してくれませんか？何を言う、どこにやん。ぜひぜひ寄りますよ。どうしたらいいとかこうしたらいいって盛り上げていただきたいんですよ。僕多分一人でやるの本当に一人でやるから心折れちゃうんです。なるほど。一応5月のどうしたらいいかは言えないですけどね。ガヤして、だから例えばこれ、例えばよ、本当例えば千秋ちゃんがゲストの時やったら、春海殿が出るシーンの日に来ていただくとかね、オンラインで。ぜひぜひ呼んでください。うん、割とそこで話も、そう、盛り上がりすぎて全然進まないっていうゲーム。いいですね。っていう日があってもいいと。やべえ。楽しそう。伊沢さんもなんかそういう形で、なんかこう、ゲストで来ていただいて、ぜひともあの盛り上げていただけたらと思うんですよ。はい。俺ちょっと引いてんのけども、まさかまだパソコンのパソコンの上に俺先こぼしてるんですわ今。実は今俺の企画の話してたんで、ちょっと俺それよりもこの野郎それよりも先をこぼしたことにそっちだった。やばかったんだ。ちゃんと配信止まってないから大丈夫。止まってないけどすごいですよ。ちゃんと乾かした方がいいです。びっくりするわ、俺酒こぼしちゃった。めっちゃ酒こぼした音は聞こえました。SDK、SDK、これがいくらか知ってるやろ、はい。知ってます、しっかり。なぜなら同じパソコンだから。つやろ。ほんならちょっと俺引いてるんだよ。こんな引くことだからね、お酒は飲んでも飲まれるなっていうことじゃないですか、やっぱりね。なるほど、うん、勉強になるね。じゃあアーカイブに残りますね、それが ねアーカイブに残る、うん、逆にこれを見れば、あ、寝た、あ、寝たかね。よし、起きてるよ。あ、起きてるよ。今何時だ。今も12時超えましたよ。あ、ほんまかいな。はい、あ、ちょっと待って、聞いてくれる？行きましたか？ショールームで500人超えました。おお、初の500人おめでとうございます。ありがとうございます。初の親子にあるんですよ。
皆さんちょうどあの記念でもあるんで、うん、改めて主からあの乾杯の温度を取っていただいてもいいですか。ありがとうございます。じゃあ、はい、千秋ちゃんお願いします。私ですか。乾杯。主じゃないですか。主なんていいですか。何なの主で。いや1ヶ月間ありがとう、ほんまやな、500人行ったっていうのですごいな、ありがとう。俺のコメントを含めた乾杯をね。あ、はい、あ、ズームを見ています今。ありがとう。ダメだ、全然話がつながらない。これ知ってる。これ飲み会の後半の三田さんや。後半の朝方のやつ。朝方の三田さん、3時とかの。スポン。知ってるやつやった。あのね、ちょっと待って。あのでも俺一回言うでいい？はい。俺ここでありがとうって言おうと思って。二人にありがとう。うん、以上。だからこっからね、俺こっからやることは何ぼでもできるけども、今一回切ろうと思います。一回っていうかもう俺、あ、ちょっと1ヶ月酒を飲まなかったおっさんの結果はこれですっていうことなんで。気持ちよく酔える。そう、気持ちよく。最初そしてタバコに酒ぶっかける。そうだよね。だからこの後パソコン、高いパソコンにもし負担がかかったらしょうもない男やで。これをまずあれですね、うん、パソコンに一度謝ってるとかいいかもしれないですね。そうやね。ちょっと一回ちょっと SDK 教えてくれへん。このね、あの始めます言うて一回目失敗したけど、はい、2時間ぐらい経ってますか。今も3時間経ちました。そうだね、ちょうど3時間ぐらい。ありがとうございます。はい、ちょっと締めに行こうかな、はい、アーカイブごめんなさい、ありがとうございます。はい、SDK まず SDK ありがとう。今日こちらこそありがとうございました。お気に入りでございました。もう間もなくあれ締めます。明日から YouTube、はいね、SDK プロデュースプロデュース公式で始まりましたね。公式で始まりました、うん、ぜひともぜひお願いします。盛り上げていきましょう、大連を。よっしゃ、お願いします。配信楽しみにしてます。よろしくです。ありがとう。この後すぐに、チャンネル登録します。あ、ありがとうございます。お願いします。次に、コミナメチャプターズ、コミナメチャプターズどうですか。楽しみです。 OK、 次小南、ありがとう、おきに、ほんまにありがとうございます。ありがとう。これずっと続けていくから、これをテーマソング水田のぶきの水田のくせめーっつってこれいくから、おきに、すいません、おきにありがとう、ほんま無理言うてすいません、全然ギリギリですいませんでした。サンキューありがとう。 SDK 飲んでんの。飲んでますよ、おきに。今ちょっとコメント見られてないんやけど、アーカイブで見るようにするし。うん、おぎに、もうあれか、12時過ぎたからごめんなさい、ね、はい、良い子は寝る時間ですね。そうやな、そうですね。 OK、 ありがとう。良い酔っ払いも寝る時間です。こういうこともこういうのもあるんやね、一回ね、うん、第1回ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。で、締めに行ってるからね。うん、小南千秋、おぎにありがとう。ありがとうございます。じゃ あれ、なあれってない、いやね、あれって、この方締め方分かってるかなと思って。今結構3回同じことぐる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 回ったんで、締めれるのかって今ちょっと不安を今、すみません、ちょっと、あと多分パソコンにお酒こぼしたのが多分相当ショックです、ね、そうだね、だいぶショックや、ね、声に張りがなくなってきたもん、急に締め出しましたもん。結構ね、パソコンのこと心配。だって、まず、はい、あの配信切ったらすぐ乾かしてください。すぐ一回裏返して、ちゃんと、はい、一回裏返してこうやふってこうね、ティッシュとかなんかでいいんで、こう水分を、あともう外した。あれ、肺になったんかい。
声が聞こえなくて。バーグに浮かんで消える憎い安畜症の歌ってる、すごい歌ってる。カソメガケさよならツイートします。じゃあさよならって言った。以上でありがとう。 SDK おぎにありがとう。以上で終わりです。これちょっとコメント見てないんで、僕アーカイブで見ます、ショールームも見ますけど、おぎにありがとうございました。そしてもう一個、これアーカイブで見たくないわねえ。チェクちゃんおぎに、チェクちゃん、はーはい、ツッツンタンツクツッツンタン、チェクちゃんおぎにありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。明日まだ明日あれしてね、明日は明日の風が吹く。おぎに、え、大丈夫？ちゃくちゃまた。ほんまに？今閉めようとしてるけど、大丈夫？いや、絶対そうだと思いました。 OK、ありがとうございました。はい、じゃあ皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとう。ごめんな、遅くまで。遅くまでありがとう。今何時だ？12時過ぎて。盛り上げましょう。はい。イベント楽しみにしてます。おぎに。俺が切らなかった。これを切るに。これどうしたらいいの？資料か。これか。おぎにー！イエーイ！